はい。皆さん、こんにちは。えー、平成30年の、えー、本試験徹底分析会の刑事系の、えー、講義を始めていきたいと思います。えー、担当講師の反町です。よろしくお願いします。えー、今日はですね、あの本試験の分析会ということで、えー、皆さん受験お疲れ様でした。でまあ、受験からまあ1ヶ月ぐらい経ってですね、えーまあ、今日は刑事系なんですけれども、 一応、この段階での分析結果ということで、えー、皆さんにお伝えするという趣旨で、えー、解説講義をしていきたいと思います。で、えっ、ー、と、お手元にですね、えっ、ー、と、レジュメが2部、今日は配布されていると思います。で、えー、本,試験本試験徹底分析会掲示系というレジュメと、えー、講師オリジナルレジュメという、まあ、2部う配布されておりますので、えー、確認してください。で この刑事系と書いてある方のレジュメについては、まあ問題文とですね、それについての参考答案が、えっと、これは、えっと、レックさんの方で参考答案をつけているという形ですね。で、それぞれ刑事系第1問と第2問について収録されています。で、 えー、講師オリジナルレジュメの方が、えっ、ー、と、こちらが、えっ、ー、と、今日私の方があ、このね、解説講義で皆さんにお伝えする分析になりますので、えっ、ー、と、基本的にこちらのオリジナルレジュメの方を、えー、開いていただいて、こちらに沿って、えー、適宜、あのー、こちらの回答例にも言及しながら進めていこうと思います。 はい。じゃあ、まず、刑法からいきます。えっと、オリジナルレジュメの方で、えー、1ページ開いてください。で、えっ、ー、とー、あ、そうですね。今日配布しているレジュメはですね、あの、ネット配信等で、えっ、ー、と、ご覧になっている方については、あの、レックのホームページの方に掲載されると思いますので、えっ、ー、と、そちらを参考にしてください。じゃあ、まず刑法からいきます。1ページ目ですね。えっと、オリジナルレジュメの1ページ目。 で、えまず、あの、刑法に関しての全体的な感想というか印象からですけれども、えっと、まあ、ご存知の通り、出題形式に変更がありました。で、まあ、この変更に伴って、え今までなかなかね、えっと、出題しづらかった、まあ、少し、マイナーなというかね、細かい構成要件の問題であるとか、あるいは、 ええー、まあ、学説の議論そのものの出題みたいなね、ええ、感じの出題、えー。そういう、まあ、ものがね、この出題形式の変更に伴ってそういう出題が可能になったということなんだと思います。えー、ただ、まあ、その出題形式の変更という点はいいんですけれども、まあ、その出題の内容がね、ええー、適切であったかという点は、これは、あ厳しく検証されなければいけないな、というふうに思ってます。まあ、 ね、えー、と、出題形式が変わったということで、まあ、現場の受験生の皆さんは、やはり、あの、驚いたというふうに思いますけれども、ただ、ま、問形式ということ、まあ、証文がついていてね、問形式になっているということですので、えーまあ、現場でやる作業は、その設問に淡々と回答していくという作業だとね、ね、えー、思いますので、まずは、えー、と問題文確認しましょう。 はい、でまず問題文,問題文は、えーっと、刑事系と書いてある本のレジュメです、ね。 で、2ページ目に、から、警報の問題、第1問の問題ですね。で、えっ、ー、と、問題文柱書きを見ていただくと、え説、ー、問1から説問3までについて、具体的な事実を適時して、えー、しつつ答えなさいと、えー。あって、それぞれちょっと問題文だけ先確認すると、説問1が、事例1位における、乙の在籍について論じなさいと。まあ、業務妨害と特別法違反の点は除くと。 なお、乙には、公益を図る目的はなかったとも、この瞬間にですね、公益を図る目的、あ、なるほど、あの構成要件だと、こういうふうに、まあ、ピンときちゃうんですけれども、実質、えー、問1はだから、あこの名誉毀損について、えー、その成否を論じるということで完結する問題でしたね。で、えー、次ちょっと質問だけまず見ちゃう。質問2。 事例2における、項の在籍について、以下の括弧コ1、及び括弧2に言及しつつ論じなさい。で、これは、説問2の柱書きには注意してくださいね。すなわち、項の在籍について論じなさい。だから、括弧1、括弧2に言及しつつ、なので、括弧1と括弧2に言及しただけではダメと。括弧1と括弧2を答えるだけではダメと。項、えー、の在籍についてあくまで、えー、検討しなければいけない。 えー、ここは読み落とさないように。で、校の在籍における検討の過程において、括弧1と括弧2の質問にえ、証文に言及してくれと。括弧1、えー、不作為による殺人未遂が成立するとの立場からはどのような説明が考えられるか。括弧コ2、えー、保護責任者行き等罪、移動致死傷罪も含むと。 えー、同致傷罪か。同致傷罪も含む。と、にとどまるとの立場からあ、不作為による殺人未遂罪が成立するとの立場に対して、どのような反論が考えられるかと。はい。まあ、この辺が、えー、まあ、極めて、えー、特殊というかね、えー、今までの、えー、少子圏の出題傾向になかった、まあ、新出題形式の問題です。ただ、まあ、この内容の適否はまた別問題ということで、またこれ後で言及しましょう。で、 質、えー、問さんが一番最後に質問がついていて、えー、この場合無、向、えー、には無関係の体を救助する義務は認められないので殺人未遂罪は成立しないとの主張に対し、えー、親に生じた非難についてはあ、子は親を救助する義務を負うとの立場を前提に、向に同罪が成立すると反論するには、どのような構成が考えるか、考えられるかについて論じなさいとなっています。 で、まあ説問が3つあるんだけど、全体的に論じる量というかね、分量としては、えー、昨年度の29年の問題よりは減ったかなというふうに思います、えー。なので、その事務作業量的には去年の問題よりは少し減ってるような印象ですね。ただ、まあ出題形式が変わったから、えー、取り組みやすさの点でどうだったかというのは、えー、まあ一概には比べられないのかなというふうには思いますけれども。はい。 で、えー、早速、レジュメの、オリジナルレジュメの1ページ目から。で、まず、説問1ですけれども、えー、名誉毀損罪の成比と。で、まあ先ほど言ったように、説問1はこれで完結している問題ですので、えー、淡々と名誉毀損罪の構成要件を、えー、検討していただくと、いうことで、えー、いいと思います。えー、1番、え名誉毀損罪の当避 え、まあ、当非というタイトルは、公正要件該当性という意味ですね。えー公、公正要件に該当するか否かという意味ですね。で、まず、だから230条の、えー、公正要件を、検討していくと、一つずつ。で、括弧一公然。で、公然の意義は、不特定または多数人が認識できる状態と。まあ、公然とかね、公共とか、そういうこと、公やという言葉が出てきたら、えー、不特定または多数ということで、ピンと反応すればいいと。で、 ただね、この要件に関しては、今回ちょっと一つ解釈を入れる必要があった。えー、すなわち、適時の相手方が特定少数人であっても、伝播して間接的に不特定または多数人が認識できるようになる場合も含まれる。といわゆる伝播性の理論というもので。まあ、この議論自体は、えー、卓越試験を え対策をしているというね、前提の皆さんにとっては、この議論自体はね、馴染みのあるものだと思います。そこまで難易度も高くないんだろうと。で、実際、本門で見ると、適時の相手方は、オツ以外の保護者3名と、ええ、A 高校の校長ということで、特定少数人なんでしょうね。直接の相手方は。そこで電波性を、あるいは電波可能性ですね、を検討すると。 で、オツは、兵が、校に暴力を振るったことを、A 高校の PTA 役員会で問題にし、そのことを多くの人に広めようと考えて発言。そして、現に、オツの発言を受けて、A 高校の校長が聞き取り調査を行った結果、A 高校の教員25名全員に、兵が校に暴力を振るったとの話が広まっています。で、これは多数人への電波可能性を基礎づける事実でしょう。えっと、現にという言い方をしました。 現実に伝播した、現実に広まったという結果というかね、結果の発生というか、あその現実に伝播して広まってしまったという事実自体はここでの要件事実ではないですね。えー、象的危険犯。えー、まあ、また後で言及しますけれども。ですので、 実際に広まったという事実を認定することが要件事実というわけではないが、まあその現に広まったという事実はその発言時点でね、実行行為時点で伝播する可能性があったんだということを基礎づける間接事実という位置づけになるでしょう。はい。で、括弧二2番事実を適時ですね。えー、まあこれは2年生の数学を担当する教員がうちの子の顔を殴った徹底的に調査すべきであるという発言です。 で、顔を殴ったという発言ですか。これは、犯罪行為に関する事実の適時になってますので、えー、人の社会的評価を害するに足りる事実の適時に当たるだろうということです。まあ、この要件の認定も難しくはないと思いますね。で、カッコ3番。えー、人の名誉毀損ですけど、特定人の、特定人の社会的評価が害される危険を生じさせる行為があればたり、え、それが現実に害される <laughs> ということは必要ではない。えっと、 ね、えー、既存したというふうにね、既存したというふうに、まあ、あの、こす、あの、条文上はね、既存した、えー、というふうに書いてあるけれども、条文上の言葉としては、文言としては。えー、ただ、これは結果犯ではないですよね、名誉既存は。えー、と、抽象的権犯ですので、えー、この既存したの意味はですね、えー、その名誉が低下したという結果が生じたという意味じゃなくて、えー、その結果の発生という意味ではなくて、えー その既存するに足りる行為があると、えー。人の名誉が低下するに足りる行為があるという意味です。で、ただ、本件では、客体の特定性が問題になるかなと。えー、人の名誉を既存した、この人がですね、えー、特定人の、特定人の、まあ、あるいは特定人の、えー、社会的評価を低下させる必要があるので、えー、なんかね、えー、例えば、えー 日本人は何とかだとかね。千葉県人は何とかだって言っても、えー、それで千葉県人全体の、えー、なんか、え、名誉が下がるようなことを言ったとしても、それは特定されてないから、人に該当しないですよね、その場合はね。で、えー、本問でどうかというと、まあ、英高校2年生の数学を担当する教員が、兵しかいないと。いうことは、えー、英高校の2年生の数学の担当する教員といえば、それは、イコール兵で特定されると。まあ、そういうことなんでしょうね。 えー、だから、発言の対象が平であることは特定可能であると言えます。えー、で、まあ、この要件はクリアだろうと。で、括弧四よん、恋。ですが、えー、オツが適時した事実が真実であると認識している、いると。まあ、誤信していると。おお、しても本罪の構成要件、該当事実の認識は否定されませんと。えー、条文を読むと、その事実の有無に関わらず、と書いてあるね。230条。えー、その事実の有無に関わらずですから、 えー、事実が、真実であると認識していることは、公正受験該当事実の認識を否定しないとういうことになるでしょう。で、まあ、これで公正受験該当性は全部検討できて、えー、まあ、問1話だから、えー、パパッと処理すればそれでいいかなという問題でした。ただ、2ページ目にですね、ちょっと一言二言注意書きを入れてあります。まず、230条の2の適用の可否という問題ですね。で、これは、 説問で、えぇ、ー、に攻撃を図る目的がなかったと、えいうふうに書いてあるので、230条の2の敵は否定されると。で、米印見てください。えー、まあ問題文に乙には攻撃を図る目的はなかったものとするというふうにあります。で、まあそのことに加えてね、えー、問題文中に真実であることの証明に関する事情が何もないですよね。何も存在しないですよね。 えー、そうすると、230の2の適用を、まあ、およそ問題にしないという趣旨のもん、説問だったんだろうというふうに思います。えー、まあ、道場3項の適用については、確かに公益目的が要件とされないですけれども、3項についてはね。ただ、平は、まあ、私立高校の教員で、まあ、公立高校じゃないので、えー、公務員に関する事実じゃないんですよね。えー、なので、まあ、3項適用の余地も、 ないと。いうことでしょう。えー、なお、道場の法的性格を、えー、処罰阻却自由だと、こういうふうに捉えて、まあ、違法性判断はね、この230条の2とは切り離して、ね、えー、違法性判断については、その相当な表現行為については別途、正当行為35条による違法性阻却を、えー、まあ、その阻却の余地を認めるという見解、 もあります。が、あまあ、これもね、えー、まあ、オツはかねてから兵に対する個人的な恨みを抱いていたことから、この機会に恨みを晴らそうという、まあ、不当など、いわば不当な動機を持って本件発言をしていると、えー。この発言が相当な表現行為だと評価される余地はないでしょう。えー、ゆえに35条による違法性阻却も認められないということでいいでしょう。 まあ,あ、35条による違法性阻却の要件を、例えば、ね、目的の、えー、正当性と手段の相当性とか、まあそういう感じで、えー、要件を立てたとしても結局ね、えー、違法性阻却されないですよね、今回のこの表現行為は。ということで、えー、違法性のレベルの話はこれでいいんだと思います。で、もう、その次、まあ、真実性の誤信という話で、一応参考判例1、まあ、有名な判例をつけておきました、レジュメには。で、まあ、 えっと、再現答案等を見ると、まあ、これを問題として、本問でね、本問でこれを問題としてる答案っていうのが、えっ、ー、と、意外に多かったなという印象ですね。えー、まあ、オツがこうの話を、えー、ま、真実だというふうに認識していたという事情があるので、えー、こうの話を信じてたという事情があるので、えー、ま、それでこれが問題になるかなというふうに頭をよぎったということなんだと思います。 え、ところが、えっと、その、米印見てください。えっと、名誉毀存罪は適時した事実について、その事実の有無に関わらず成立するものであるから、え、事実を真実と誤信した場合でも、えっと、本罪の公正要件該当事実の認識、公正要件的行為は否定されませんと。まあ、これはさっき言った話だね。ただし、三百えー、ごめんなさい、230条の2の法的性格を、えー、違法性阻却自由と捉える見解からは、 230条の2が適用される事実関係、すなわち違法性阻却の要件に該当する前提事実を認識していた場合ですね。これは違法性阻却自由の策合として、まあ、誤送防衛とかね、ああいうのと同じとして、まあ、違法性を基礎づける事実の認識、責任行為を書くと。え、行為責任が阻却されるぞ、というふうに評価する余地があります。もっとも230条の2はですね、 だから本問でもこれを問題にしたっていう答は結構あったんですけれども、ただ230条の2は真実であることの証明があった時なんですよね。230条の2の要件事実がで。そうするとですね、この錯誤が典型的に問題となるのは、結局、訴訟で真実性の証明に失敗した場合ってことになります。えっと、参考判例1もね、えー、このように書いてある。たとえ、刑法230条の2第1項に言う 事実が真実でであることとの証明がない場合でもと、えー、真実性の証明がないということが前提なんですよところが本文は先ほど言ったようにオツが真実性の証明に成功したのか失敗したのかということについて、えー、何ら問題風に事情がないから、まあ、そもそもこの錯誤を論じる必要性には乏しいと,ということだと思います、えー、仮にこれをね問題とする場合でも、えーまあ、目的がねもっぱら公益に図ることというね えー、この要件に該当する事実の認識を書く前、まあ、端的に言うと、公益目的がないということですね。えー、以上は、ま、違法性を基礎づける事実の認識を書いていたと、正当化自由の前提事実を認識していたと評価する余地はないでしょうね。はい。えー、なので、あの、あんまりこの話、まあ、展開するにしても、あの、大展開しちゃダメだと思うし、えー、そもそも問題にする必要もないと言えるかもしれないね。 それぐらいの話でした。本問では。でただ、まあ、名誉棄存在で言うとさ、この論点がまあ一番大きな論点かなっていうふうに、えー、皆さん認識してて、あのーまあ、受験勉強としてもここを非常に対策打ってたという人も多いから、まあ、書いちゃうというあの受験生心理はわかります。えー、ただ、まあ、うん、さっきも言ったように、えー、その真実性の証明に関する事情が何もないのでね、えー、書こうと思っても大したこと書けないんですよね。えー、というところです。 はい、で以上より誉毀存在成立ということでいいでしょうで、まあ、第1問はこれぐらいでパッと終わらせてで問題の説問に、ね、問題のというか、まあ、問題のですな、項、えー、の在籍と項、まあの在籍を検討する中で証問1、2に言及しろというリクエストでした。 で、ええー、まあ、まず第一で、不作為によるオツに対する殺人未遂罪が成立するとの立場からの説明、まあ、証文1について検討してみます。で、実行行為をまず、検討しますけれども、まあ、不作為による場合であっても、作為による場合と、同価値と認められる場合には、殺人罪の実行行為性が認められる。えー、不審性不作為犯というものですね。 で、以下、まあ、判例を3つつけましたけれども、えー、まあ、判例が、あこのね、実行行為の要件としているものをそこに書きました。えー、具体的には、括弧一重要な法益に対する侵害の危険が切迫した状態において、括弧二法的な作為義務が存在し、括弧三結果発生防止のための作為が、容易かつ可能であり、 ま、可能かつ容易かな。可能かつ容易であり、えー、結果発生防止の外然性、まあ、救命可能性と言いますけどね、救命可能性が認められる限り、当該不作為には、作為による場合と、同価値の実行行為性が肯定できると。まあ、判例の認定している事情を要件化すると、こういう形になると思います。えー、まず、括弧一番、重要な法域に対する、侵害の危険の切迫性ですけれども、えー、まあ、 あ不審性不作違反がね、判例上認定されているのは、えー、殺人、放火、詐欺の3つだけですね。えー、だから、まあ、どんな犯罪にも広がりのある一般論ではないということですね、これは。あくまでもその3つの類型に限定されてます、判例上は。でそして、侵害の危険が切迫した状態と。で、これは殺人罪で言えば当然、生命侵害の危険。か生命に対する危険の切迫性と。 で、これ考えてみれば当たり前なんですけど、殺人罪の実行行為性の認定の問題なんだから、ね、えー、その、生命侵害の危険が要件になるのは当たり、要するに実行行為の認定なんだからさ、え法、ー、域侵害の、えーまあより具体的な殺人罪の場合は、生命侵害の具体的直接的な危険性のある行為だっていうことを認定しなきゃいけないわけでしょ。で、ところが不作為の問題が出題されると、 ねえー、これが意識的に認定できている答案というのがガクンと少なくなるんですよね、えー、過去問等のお受験生の書いた答案を見てもね、えー、今言ったように特に殺人罪ではその死亡結果の具体的な危険がない場合に実行・故意性が認定できるわけがない。 ですよね。これ作為の場合だったら当たり前っていう感覚を多分持ってるんだけれども、不作為だとちょっとここの視点が欠けてしまうことが多い。例えば健康な赤ちゃんに、ある日お母さんが、ね、健康な赤ちゃんに <laughs>、えー、ある朝お母さんが殺意を持って、一回だけミルクを与えませんでしたと。えー、そういう事実があった時に、それだけで殺人未遂ってなりますか全く危険が生じていない。そういう状況でね。 ですから、えー、殺人罪の実行行為性を認定しているんだとして、そういう視点をここでは忘れないように。で、えー、法的な作為義務。で、これはあ、その下に書いてあります。法的な作為義務の存在については、丸一法令上の地位のみならず、丸二先行行為による法益に対する危険発生への寄与の有無程度。まあ、あ判例はねその、その危険、単に先行行為があるという事実に意味があるんじゃなくてね、その先行行為によって、 えー、法益侵害の危険性を高めたとお、そういう事情を認定しているということです。えー、ですから、先行行為ではなくて、先行行為による法益に対する危険発生への寄与、あるいは危険の喪失という事情ですね。で、丸三、排他的支配、えー、あるいは支配領域性の有無程度と。まあ、そういったところが、あ総合的にイコールされて作為義務が、あ、基礎づけられると。まあ、これが判例の判断枠組みでしょう。 <laughs> えー、あとね、えー、か3番の要件ですけど、作為の可能性、容易性ですけれども、これ、あのー、前段のね、結果発生防止のための作為が容易かつ可能って、ここは作為の履行可能性というやつね、当該作為に出ることが可能であったという意味での履行可能性と、プラス、結果発生防止の蓋然性、えー、究明可能性、これはいわゆる結果回避可能性ですね。 で、この結果回避可能性については、えー、因果関係の問題であるというふうに位置づけて理解されている受験生も多いんですけれども、えー、まあ、判例の傾向はですね、殺人罪の場合は、これは実行行為の要件に位置づけるのが判例の傾向ですね。あの、皆さんがよくご存知の十中ハックの判例があります。えー、十中ハック被害者の救命が可能であったこと。で、あれが因果関係に位置づけられていた。あそういう判例でした。ただ、あれは、 えー、保護責任者遺棄致死の判例でした。え、ですから、あれはだから保護責任者遺棄致死のその過重結果との因果関係、致死の部分の因果関係、そこを認定した判例でした。え、ところが、殺人罪の場合は、えっと、判例、まあ、参考判例4とかかな、参考判例四とかを、えー、まあ、下級審の裁判例ですけれども、参考にしていただくと、えー、この救命可能性というのはあ、実行行為性の要件に位置づけてます。 そもそも、結果が回避できなかったと。どんなに作為頑張っても、ね、えどんなに頑張って救命しようとしても、死亡結果回避できなかったという場合には、やはり実行行為性を欠くと。ね、えすなわち当該不作為を、え作為義務違反という評価はできない。法は不可能をしないと。強制できないと。そういう発想ですよね。ですから、ここを実行行為の要件に位置づけて検討するということにします。 じゃあ、本門でどうなのかと。こっから先が、えー、なかなか問題があるぞというところなんですけれども、括弧一番から見ていきましょう。えー、重要な保益に対する侵害の危険の切迫性と。で、事情としてはこういう事情ですね。えー、オツが崖近くで転倒した時点では、オツの怪我の程度は軽症であり、その怪我によりオツが死亡する危険はなかった。しかし、オツが転倒した場所のすぐそばが崖となっており、 崖から約5メートルの下の岩場に、おつが転落する危険があったと。そして、現に、ですけど、現に、えー、つは、甲が立ち去った後に意識を取り戻した際、崖に向かって体を動かしたため、崖下に転がり落ち、後頭部を岩に強打し、後頭部から出血して意識を失い、死亡する危険があるほどの重傷を負った。 えっと、先ほども言いました、現にという言葉の使い方だけど、えー、あの、これはだから崖から転落して怪我を負ったことが要件事実なんじゃなくて、えー、そういう事態が現に生じたということが、ここでは実行行為の危険性を基礎づける事情、間接事実として位置づけると、えー。そういう趣旨です。さあ、で、これの評価です。えー、矢印ですけど、矢印の後。オツが崖近くで転倒した時点において、 その後にオツが意識を取り戻した場合にも、おまあ、身体の動きを制御できない。 制御できずに、まあ、すぐそばの崖から転落し、後頭部を強打するなどして死亡する具体的な危険が発生していたといえ、まあ、おつがだから転倒していた時点でね、この時点で具体的な危険が発生した,ったかどうかという、そういう視点からの分析だけど、まあ、具体的な危険が発生していたとういうふうに認定し、この時点で A の生命という重要な法域に対する侵害の危険が切迫していたというふうに認定しました。 え、本問では、殺人の実行行為性をまあ認定しろというリクエストだから、証文1はね。だから、ここは認定するしかないんですよ。ただ、実際には、どうですかこれ。転倒してた時点では、その後まあ、転落するかもしんないな、ぐらいな危険性じゃないですか。普通に考えると。 で、まあ、転落する可能性があるかな、ぐらいの危険性であれば、それはまあ、生命侵害の危険はなくはないですよ。なくはないけど、未だ抽象的な危険のレベルに留まっていると、ええ、いう話なんだと思うんですよね。ところが、この問題は、まあ、説問のリクエストで、ええー、殺人をもう、あの、殺人未遂をね、成立させるという立場からの説明を求めているから、からここでは認定するしかないということです。で、認定するために必要な事情ということで、こういう事情を出すしかないですね。 はい。で、続けますよ。えー、4ページ。作為義務はどうか。まず、法令上の地位を見ると、えー、こうは、乙つの子ですから、まあ、不条義務。民法、730条と。まあ、あのー、形式的には、こういう立場にあるだろうと。ただ、えっ、ー、と、法令上の地位だけでね、民法上の義務だけで、刑法上のね、殺人罪の実行行為性を基礎づける作為義務は、 発生しません。それ、法令上の地位だけでは、刑法上の義務は基礎づけられないので、より実質的な事情を見ていく必要があるだろうと。で、先ほど言ったような、先行行為だとか、先行行為による危険の喪失だとか、あるいは排他的支配と、こういう事情を見ていくと、本問どうでしょうか。まず、先行行為、丸2番ですけど、甲が駐車場で倒れているオツを発見し、えオ、ー、ツにいい、親父大丈夫か。 と声をかけたところこれによりオツは意識を取り戻して立ち上がったが意識がはっきりとしていなかったため崖に向かって歩き出し、えー、約1 0ル歩いた崖近くで転倒して意識を失ったうんまあ無理やり認定するんだったらこれで危険を高めたということなんでしょうね え、うが上記の声掛けによって、オツに一旦は意識を取り戻させた結果、オツはもともと転倒していた位置から崖近くまで移動し、すぐそばが崖となっている危険な場所で再び転倒しているということからすれば、うは事故の先行行為によって、オツの生命に具体的な危険が生じる状況を誘発していると認められると。誘発したものであると認められる。まあ、声掛けによって、 オツの場所を移動させたという事実を捉えて、まあ、これを先行行為と先行行為的な事情、まあ、事故の責めに期すべき自由という、ね、あのシャクティの事件だとそういう表現でしたけどまあ無理がある認定だなという感じはしますよねやっぱり <laughs> でも先ほど言ったように本門のリクエストがこれだからしょうがないんですで進めていくまる、えー、さん排他的支配の有無程度 えー、オツが駐車場内で再度点灯した午後 10, 10時30分過ぎ頃、駐車場内にいたものはコートオツのみであったところ、お参道脇の駐車場には街灯がない。夜になると車や人の出入りがほとんどない。えー、ということに加えて、オツが再度点灯した場所は、あ草木に覆われていて、参道及び駐車場からは倒れているオツが見えない位置だったと。 ま、この辺の事情は使ってくれっていう事情だよね。えー、だからこれは問題文見たときに、あ、これは排他的な支配の認定で使うんだなっていうふうには、えー、割と気づきやすいと思います。えー、ですので、まあ、この排他的支配だとか支配領域だとかの認定は、これは割としやすいかなと、本文の事情でも。と思いました。 え以上より、えーまあ、作為義務を発生させ、えっ、ー、と、基礎づけますけれども、こうは、オツが崖近くで転倒した時点において、えー、駐車場に駐車中のオツの自動車の中に、オツを連れて行くなどして、崖から十分に離れた場所までオツを移動させて、その身体の安全を確保し、オツがその場で意識を取り戻して崖から転落することを防止すべき法的作為義務があった、というふうに認定しました。 えっとね、作為義務を認定する際の注意点ですけど、作為義務を認定する際には、ね、その内容を具体的に認定するというのがポイントです。えっ、ー、と、再現答案等を見るとですね、作為義務があるとか、えっと、救命義務があるとか、保護義務がある、補助、えー、保護義務だとか、えー、っと、なんか要はそういう保護義務、あるいは救命義務。 とかね、漢字四文字でここ認定する答案って結構あるんだけれども結局ですねでもここでは実行行為の認定をしているわけで実行行為っていうのがすなわち不作為の場合は実行行為というのが作為義務違反なわけだから作為義務の内容が特定されていないと結局実行行為が特定されていないという話になっちゃいます何をしなかったことが実行行為なのかと何をしなかったことが実行行為なんですかそこを特定しないと実行行為が特定できないんですよ それはすなわち何をすべき義務があったのかっていうことの特定です。作為義務の内容の特定ということです。で、ところが、まあね、救助義務とか保護義務とか、ええー、まあ漢字四文字で表現しないで具体的な内容を考えてみようと言ったところ、本文ではね、やっぱり、ええー、その崖から落ちるまでは命の危険は生じていないから、 問題文上もそうだよね。えっ、ー、と、その、倒れた時点では、その死亡、その、倒れたことによって死亡するっていう危険はないわけですよね。そうするとですね、えっ、ー、と、あ、これは米印、えー、5ページ。えー、不作為による殺人について、 で、判例が作為義務を認定して実行行為性を肯定する場合、作為義務の具体的な内容としてはね、まあ、そこに判例3つ、例に挙げておきましたけれども、例えば、直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務とか、暴行による早傷の悪化を防止し、その生命を維持するため、同情して医師による治療を受けさせるべき法的作為義務とか、 救急車を呼ぶなどして病院に搬送して医師による治療行為を受けさせる作為義務とか、こういう内容は当然だから、殺人罪を今認定しようとしている <laughs>。その際に認定されている作為義務だから、命を救う義務なんですよね。当然。こういうことをして救命しなさいと。命を救いなさいという。そういう命令なんですよね。命令規範なんですよね。 えー、いずれも被害者の救命救護に向けた積極的措置を講じる義務。殺人だから。<laughs> これに対して、本問においてね、甲がオツの救助を行わずに現場から立ち去った時点、だから目の前でオツが転倒している時点ですよね。で、この時点ではオツは軽傷を負っていたに過ぎない。その怪我によって、ね、その転倒した際の怪我によって死亡する危険はなかったと。で、これは問題文中にそう書いてあるから、でそうするとね、 その時点では医師による救命って不要じゃないですか。医師による救命措置ってその時点ではいらないでしょ。そこまでは。で、従って、河野作為義務を肯定する場合でも、例えばさっきね、えー、認定したように、例えばその、おつを安全な場所に移動させると、崖から落ちないように。ね。なんかそういう義務、ね、安全な場所に移動させる義務。そんな感じの義務を認定、 認定するしかないというか、こういう内容のものにとどまるんですよね。認定できるとしても。しかしながら、その程度の義務に違反したことをもってね作為による場合、作為による場合と同価値の殺人の実行行為であるというふうに評価することは、やっぱりなんかおかしいなという気がしますよね。疑問が生じるであろうというふうに書きましたけど。 結局ですね、本門の状況では、義務が生じるとしてもこの程度の義務と言わざるを得ないわけで、この程度の義務の違反は殺人の実行行為というふうに評価できないだろうとすれば、それひるが翻って結局、本文はそもそも殺人の実行行為性を基礎づけるような作為義務がね、発生するような状況じゃなかったということの証査なんですよ、これは。なかなか無理な認定をしてます。はっきり言って。と思います。 えー、これで殺人っていう感じですよ。えー、そもそも本文では、孔がね、立ち立った時点において、オツの生命に対する具体的な危険が生じていたと評価することは困難であろうし、まあ、これ、証文括弧2のリクエストなので、また後で言及しますけどね。で、また、あ駐車場でオツへ声をかけたことを、孔の先行行為的な事情として捉えるとしても、えー、かかる行為がオツの生命の危険に寄与した程度は低い。 ですよね。オツが自ら転倒したことが原因で危険な状況に陥ったことは明らかですよね。えー、ま、このような状況において殺人の実行行為、作為義務を認定するということが妥当であるとは言い難いだろうと。えー、ま、これ、拝点が明らかじゃないですけど、証耗一の具体的な拝点はわからないですけど、まあ、この事例で殺人の実行行為、作為義務を認定する作業をね、 えー、受験生に求めるということ自体が、えー、司法試験のね、出題として、まあこれ実務化登用試験ですからね。えー、こういう立場があるっていう学者の見解を皆さん知ってますかっていうことを、それを求める試験ではないですから、うんっていう感じですね。えー、司法試験の出題として、まあこれが果たして適切であったかな、というふうに個人的には思っています。 ま、そんなことを言っても受験生には関係ないというかね。え、現場で受験している人はもうこれ必死に立ってこれを解くしかないから。ね。関係ないんですけれどもね。え、ちょっとこの辺の妥当性、出題の妥当性はちょっと今後厳しく検証されるべきだろうというふうに思いますよ。さあ、で、検討を続けます。作為の可能性要因性、救命可能性と。え、オツが崖近くで転倒した時点で、 え、駐車場に駐車中のオツの自動車の中にオツを連れて行くなどすれば、え、オツが崖下に転落することを確実に防止することができた。え、こうはそれを容易に行うことができたと。まあ、これはすぐ認定できる。え、そして結果不、結果不発生ですね。殺人だから、え、結果は死亡ですね。構成要件的な結果は死亡。で、死亡結果が発生していない。という認定ですよ、これは。え、オツが意識を取り戻した上で119番、あ、番の漢字が5期ですけど、えー、通報を行い、 えー、臨場した。<laughs> えー、救急隊員により救助されて、搬送先の病院で救急えー、緊急手術を受けて一命を取り留めている。ちなみに、本問は結果不発生の事案だから、因果関係の認定は問題にならないですよ。いいですね。因果関係、だから、あの、検討している、あの、再現当案結構あったんだけど、な、何との因果関係を検討するとことになるんですか死亡結果不発生の場合。 障害結果との因果関係ですかそれ殺人未遂罪の構成要件ですかですよね。えっ、ー、と、まあ、おそらくですね、不作為だから、えー、救命可能性、先ほどのね、救命可能性、あの、十中白判例が念頭に置かれているので、えー、その救命可能性を基礎づける事情が問題文にあると、あ、これは因果関係なんだっていうふうに、まあ、そういうふうに考えてしまう。 えー、そしてそこに因果関係に位置づけて救命可能性をね、十中ハック救命可能だったっていう認定を、えー、論じてしまうと。まあそういう気持ちはわかるんですけれども、えー、まず一つはだから殺人罪の場合の救命可能性は実行行為に位置づけられているというのが判例の傾向だというのが一つと、もう一つは未遂だよと。結果が発生してないよと。だから因果関係の認定そもそも問題にならないでしょうと、えー。結果が発生していることが前提ですから因果関係は。っていうところです。 で、恋ですけど、密室の殺意というものですが、これもなかなか問題があるよね。えー、事情として出せるのはこの事情だけでしょう、おそらく。えこ、ー、うが、えぇ、ー、まあおが転倒した場所のすぐそばか崖となっており、崖下の岩場にオツが、えー、転落する危険があることを、えー、認識していたにもかかわらず、えー、オツから顔を複数回殴られ叱責されたことを思い出し、えー、オツを助けるのをやめようと考えた。 考えたってこの試観面の事情まあ出せるのはここだけなんですけど、えー、まあこれ密室の撮影認定するんだったらこういうふうに認定するしかないでしょうえオ、ー、ツがその場で意識を取り戻した場合に崖から転落して死亡するかもしれないという事態についてやむを得ないものとして任用していたと推認されるこの事情からね ま、推認されるということを言うしかないでしょうね。ところが、ところがですね、やっぱりここも立場が固定されてるからこういう認定をするしかないんですけれども、認識と任用は別なので、認識と任用を基礎づける事情は別なので、認識してたら任用って言ったら、その任用を要件とする意味がないわけですよ。認識してたら任用ですと言っちゃったらね。別々の事情から基礎づけられる、ね、えー、それぞれ別個の要件事実ですから。 うん、あの、司法試験の過去の出題でも、あの、やはり、密室の殺意を認定させる、密室の故意で殺人を認定させる問題が出題されたときは、必ず任用を基礎づける事情って、問題文中にやっぱりありましたよ。で、本問でも、説問3の方はあるわけでしょう。あ、これは米印つけたか。米印、6ページ。えー、不審性不作違反においては、えー、主観面の要件として、必ずね、密室の故意、密室の殺意。 密室の行為ですね。まあ、認識だけじゃなくて任用が認定されるのが判例の特徴ですと。えー、参考判例5もですね、まあ、これ放火罪ですけど、揮発の火力を任用する意思。まあ、そういうふうに表現してますね。えー、特に殺人罪の場合、実行行為、作為義務違反の認定に付随して必ず密室の殺意が意識的に認定されるよと。 これは、まあ、当該義務に殺意、死亡結果の認識認容、殺意をもって違反した事実があることによって、当該不作為を保護責任者遺棄だとか、あるいは過失致死の実行行為と区別すると。えー、それらの実行行為と区別された殺人の実行行為として認定することが可能になるということなんですよね。 まあこれ、証文にもここは絡んでくるけれども、証文括弧にも。<laughs> ところが、本文においては、甲がオツの死亡結果を任用していたことを示す事情が、問題文中に存在しないんですよ。で、このことはですね、その、説問3の方で、説問3においては、えー、問題文に、まあ、孔は重症を負ったオツが死んでも構わないと思いつつって、あの、説問3の方は構わないと思いつつっていう事情が書いてある。 死亡結果の任用を示す事情が明示されていることと対照的なんです。設問二は。だこれを認定するのであれば、だからさっきやったように、ちょっと無理やりな認定するしかないってことですね。先ほどのような推認をして、多少強引に任用を認定するしかない。 えーまあ、説問3の方では、その任用を基礎づける事情が明示されていることとの関係では、説問2ではね、こういう事情が明示されていない以上、示されていない以上、これは密室の殺意が認定できない筋合いとなる。まあ、そう考えるべきなんでしょう。ところが、本文では殺人未遂を成立させるとの立場からの説明を求められているので、認定するしかない。 だ受験生としては、あの、現場で求められる作業がそれである以上は、やるしかないという問題になってます。かなり無理があるんだと思います、だから。まあ、以上より、オツに対する殺人未遂罪が成立すると書きましたけど、まあ、成立しないですね。えー、これはですね、おそらく、放送三社どの立場も、成立を肯定しない事案じゃないかなと思います。 検察官もこれを殺人未遂で起訴しようとしたら、おそらく決裁通らないんじゃないかなと。え殺意ないだろうというね。どうやって認定するんだと、えー。しかも危険性ないだろうと、そもそもと。あの、まあ、そういう事案かなっていうふうに私は思いましたけれども、まあ、成立肯定の立場から論じさせる説問だからさ、ある程度無理な認定をして、説問に答えるしかないですよね。 まあそういうことを、そういう作業を求めるのがその刑法において適切な問題なのかなと。まあ何回も言って申し訳ないですけど、今回はそういうなんか印象がすごい強かったです。これね、逆だったらあり得るかなと思うんですよ。つまり、えっと、例えば判例の立場を前提とすると、成立するある犯罪が。 で、成立するっていう立場が、ね、まあ今の、えー、大多数の見解であって、それに対して、こういう考え方をすれば、あるいはこういう事実の評価をすれば、成立しないとの立場からも反論が可能だという場合に、その反論を検討させるという問題であれば、それはあり得るかなと思うんですけど、逆じゃないですか、構造が、今回は。ね、放送三者誰も成立しないんじゃねえかって考える事案を、成立するっていう立場から論じなさい。だ逆なんですよね。そうすると、やっぱそれは刑法としては 季節ではないんじゃないかなという気がしますけどね。単純にこう立場の違いで、えー、なんていうかな、まあ、あの、憲法の問題でかつてね、こうあったような、原告と被告の立場から立論してみたいなね。えー、そういう構造で捉えるべきではないんじゃないかなと思うんですよね。えー、人の、人に犯罪が成立するかしないかっていうのは、ね、これゲームやってるわけじゃないんだから、こう、なんていうんですかね。やはり成立が、犯罪が成立すれば刑罰を、 与えることになって、それはあの国家が刑罰権を持って、人権を制約する、侵害する場面なわけだから、なんていうか、成立するかしないかを、なんかね、そういう、うん。もう少しちょっとそこに真剣味を持ってほしいなというのが、私の個人的な感想でした。まあ、これ以上言ってもしょうがないで進みましょう。はい。えーと、 第2、えっ、ー、と、保護責任者遺棄等罪にとどまるとの立場からの反応。だからこれ今もう実は証文にも合わせてずっと説明してました。今言った視点から反論すればいいということになるでしょう。そょ先に、えっと、米印見ます。7ページ。えっ、ー、と、不作為による殺人未遂罪と保護責任者遺棄致死傷罪との区別というものは、えー、まず、まあ、殺人未遂罪は具体的危険犯ですよね。 えー、保護責任者一揆は抽象的危険犯ですよね。だからそもそも生命に対する具体的な危険が発生していない場合には、これ殺人になるわけがない。当たり前の話だけど。保護責任者一揆しか成立し得ないですよね。で、そのような場合は、殺人の実行行為性を基礎づけるほどの作為義務、つまり高度の救命義務、救命措置を取る義務、先ほど判例で確認したような、そういう義務がね、えー、発生しないでしょ。肯定することができないでしょ。 そこではせいぜい描写を保護する責任、保護責任を肯定し得るにどまる。このように、生命に対する具体的な危険が発生していない場面においては、領罪は義務の内容によって区別できるんですよ。あの、よく教科書とかではですね、領罪は義務の内容では区別できないから、殺意の有無で区別するのが判例の立場だ、っていうふうに説明が書いてあります。 その保護責任者意気と殺人の区別についてね。えー、確かに判例6番かな。判例6番が、あ義務の内容ではなくて、えー、殺意の有無、主観面で区別するんだと。まあ、そういう判事をしている判例6。ただ、それはあくまで、生命侵害の具体的な危険が肯定される場面を前提としている議論ですよ。でその危険がないのに殺人の実行行為を客観的にね、 えー、殺人の実行行為に該当するわけがないんだから、ね。えー、その場合は、故意、殺意という主観面に入る以前の問題という話なんですよ。ね、えー、客観面で危険性がない場合はね。で、これに対して、生命に対する具体的な危険が発生している場合は、確かに、両罪の義務は、えー、義務の内容では区別できないよね。両方とも救命義務になるから。 あ生命に対する危険を防止、えー、生命に対する危険を防止する。そういう措置を講じる義務になるはずだから、ね、共通の内容になりますので、義務の内容を客観面では区別できない。そこで、この場合は、両罪は主観面の事情、すなわち殺意の有無と。密室的な殺意があったか否か。死亡結果に対する認識認容、ね。これが認められるか認められないかという区別になる。認められる場合に初めて殺人の実行行為と。えー、いうことになる。 ですから、証文に、においては、このような区別の思考過程に従えばですね、まず、括弧一1として、え、オツの生命に対する具体的な危険が生じていないから、こうに、殺人罪の実行行為性を基礎づける、う作為義務は発生しない、というふうに反論。さらに、仮に、ね、客観面で、その危険性が生じていたと。 殺人の実行行為性が肯定されるとしても、こうは、オツの死亡結果について、任用までしてないんだから、密室的な殺意がないんだから、というふうに反論すると。まあ、まさしく、こういう認定の方が、この事案についての評価、事実の評価としては、適切な評価なんじゃないかな、というふうに思いますよ。で、えー、確認しておきます。6ページ戻って、だから反論1と反論2、それぞれ基礎づければいいわけです。 まず反論1は、ね、おつの生命に対する具体的な危険が発生していないという反論。実行行為性のレベルの反論です。えー、事情としては、だからまあ、同じ事情だけどね、えー、オツが崖近くで転倒した時点では、オツの怪我の程度は軽傷だった。その怪我によって死亡する危険はなかった。えー、他方、オツが転倒した場所のすぐそばが崖で、えー、崖から約5メートルの下の岩場に転落する危険があったと。こういう危険、この危険性の事情としてはこの事情ですよ。ね。 で、これをどう評価するか。えー、矢印。孔が立ち去った時点においては、オツが意識を取り戻した際に誤って崖から転落する可能性があったに過ぎず、オツの生命に対する危険はなお抽象的なものに留まっていたというべきであり、殺人の実行行為を基礎づけるほどの生命侵害の危険の切迫性は未だ認められない。孔に作為義務は発生せず、孔の不作為は殺人の実行行為性を欠く。 これが一つ目の反論でしょうね。客観面の。で、仮にこれが肯定されるとしたら反論に、えー、こうには密室的な殺意が認められない。えー、こうはオツの怪我が軽傷であると認識していたことに加え、えー、オツが転落した場所のすぐそばが崖となっており、崖下の岩場にオツが転落する危険があることを認識していたに過ぎない。だから、まあ、転落することは予見できた、予想できた。とは言えるでしょう。だが、 死亡するっていうことについてのね、ね、消極的にも任用してないというふうに書きまして、死亡する、死亡することについてそれでもいいや、構わない。ね、そういうふうに、ね、えー、任用した、受け入れたってことを示す事情なんもないんだから、ね、えー、これはだから疑わしきゃ被告人の利益になるはずなんですよ。そんな事情ないんだからなかったものとして扱わないといけないはずなんですよね。ですから、あ密室的な殺意を書くと。この2本の柱が反論だと思います。 で、第3見てください、7ページ。で、結局ですね、まあ、本文のリクエストは、あくまで、あの、説問柱書きね、公の在籍を検討せようがリクエストだから、えー、最終的な公の在籍を検討する必要があります。え、だから、殺人未遂罪が成立するとの立場に対して、ね、えー、反論すると。ねで、反論して殺人未遂罪が成立するとの立場に対して反論すると。で、こういう反論ができます。ね、で、この反論が妥当です。 だから保護責任者遺棄罪ですよじゃダメなんです。そういう論じ方じゃダメなんですよ。ねえー、殺人未遂罪は成立しないです。故に保護責任者遺棄罪、遺棄、まあ、致傷罪かな。致傷罪成立。こういう論じ方ではダメ。えー、保護責任者遺棄罪が成立するんだったら、その要件をちゃんと認定しなきゃダメってことですね。だそこの部分の検討が残ってるので、証文1と証文2に答えるだけではその部分が残っちゃうから、そこをちゃんと論述してこなきゃダメってことですね。 で、まあ、認定自体はもうパパッとやっちゃってください。はい。えっ、ー、と、まず1、描写。ですね。えー、まあ、オツが点灯して、えー、額をコンクリートブロックに強く打ち付け、えー、額から流血して、えー、意識を失っていたものだと。えー、うに声をかけられて、一旦は意識を取り戻したものの、再び点灯して意識を失ったから、これは描写に当たるという認定でいいでしょう。で、保護する責任ですけれども、えー、うはオツに対して、法令上の扶助義務を負うことに加え、まあ、これは先ほど言った民法、 この730条の法令上の地位ですね上述したオツの転落転倒現場の状況に照らしてまあ、排他的支配を基礎づける事情は一定程度認められましたねはい、この時点でオツを救助し得る人物は公以外に存在しなかったのであるからオツの生命身体の安全が公に依存する関係にあり条理上も保護する責任が認められるだろうと えー、ただ、ここではね、先ほど言ったように、救命義務というレベルの高い義務ではないことが前提なので、ねえー、このぎ、えー、なんていうか、この保護責任の認定はそこまでハードルは高くないんですよね、えー。実質的な基礎付け事情っていうのはそこまで要求されないかなというふうに思います。で、えー、の認定ですね。えー、まあ、保護責任者息の域については判例7をつけておきましたけれども、まあ、置き去りも含まれるということで、 ね。え、危険な場所に放置する行為も、置き去りも含まれる。ということで、ま、こう、こうがオツの救助を行うことなく、オツが、転倒した場所からバイクで走り去った行為が、ま、この置き去りなので、息に当たる。っていう認定です。で、故意としては、ま、この事実の認識、任用に欠けるところはないと。死亡結果の任用はもちろんいらないですよ。えー、致死罪は結果的過重犯ですからね。死亡結果の任用まであったら当然殺人になりますから。 はい。で、えー、8ページ。で、過、え、重、ー、結果と因果関係の認定だけど、まあ、ここで判例8をね、えー、夜間潜水事件と、あの、ナイトダイビング、スキューバダイビングの事案をつけておきましたけど、えー、まあ、被害者自身の行動に落ち度があったという点は否めないんだろうと思います。えー、だから、あの、本事案で言うと、こうの立ち去り行為の後、大津が意識を取り戻して起き上がろうとしたが、崖に向かって体を動かしたために、 えー、崖下に転がり落ちた。えー、後頭部を岩に強打して、えー、後頭部から出血する障害を負って、まあ、これが生命危険につながっているという話ではあったんだけどね。まあ、本門はでもそっか。本門っていうか、今ここで検討してるのは死亡結果発生してないから、致傷結果との因果関係ですね。致傷、障害結果との因果関係。 結局、この障害結果を負った原因は崖から転落したことで、それ自体はオツのねえ行為だから、これを開事情というふうに位置づけてえ検討しました。まあちょうど、あのー、 あの、ナイトダイビングのね、スキューバダイビングの事案が、まあその被害者自身がこう、えー、海の中で動き回ってしまったことによってね、え、インストラクターが見失った後に、ね、動き回ってしまったことによって、空気を使い果たして死亡してしまったと。まあそういう構造と同じような、あ事実関係として把握しました。 はい。で、こうが、オツに対し、まあ必要なね、救護をせずに立ち去った行為というのは、それ自体が、自力で立ち上がって移動することが困難な状態にあったオツをして、えー、誤って崖下に転落する事態を弱気する危険性を有するものであり。 え、だからまさしく、ね、この、危険が現実化したと、え、ツの過失による転落という事情が介在したとしても、え、それはこの行為に誘発されたものだと言うべきであると。まあ、がふらふらして,て、え、倒れて転落しちゃうという危険そのものがね、実行行為にあったとすれば、ね、その、まさに危険の、実行行為の持つ危険の範囲内で結果が発生しているだろうと。 まあ、障害結果の直接の原因は、あの、転落にあることは明らか、オツ自身のね、転落にあることは明らかなので、海在事情の方の寄与度は大きいと言わざるを得ないんだよね。えー、だから、まあ、本門で因果関係を肯定するとしたら、まあ、オツの転落が、こうの置き去り行為の危険、発生させた危険に起因しているんだというようなね、まあ、異常性が低い海在事情だと。 まあそういう認定に持っていくしかないけど、まあ、ここの結論は、ま、どちらもあるのかなというふうに思う。そんなに気にしなくていいかなと思います。えで、まあ、ここでは、この分析例では因果関係認定しておきました。で、結論としては、オツに対する保護責任者遺棄致傷罪が成立するということですね。はい。じゃあ、最後、説問3。さて、これもなかなか今までの司法試験では、 え、問われていなかった問題、あの、聞き方だし、内容ですね。で、確かに不能犯の議論っていうのは、判例が、まあ、適切な判例というか、その事案に参考に、ね、出題の参考になりそうな判例ってなかなかないから、あ出題するとしたら、確かにこういう学説の議論をね、展開させるっていうような出題の仕方しか、あの、出題の仕様はなかったのかなというふうには思いますけれども、えー、この出題形式が可能になった ただ、かからここううういい問題がが出るるる可能性があるっていうことににはなるよね確かに、えー、今まであんまり事例問題で、えー、その事案の分析で出すのがなかなか難しかったような問題も、えー、質問形式、証文形式にすることによって、ピンポイントでこの理解だけをこうポッと聞くというような、ねえー、学説の議論についてのお理解を問うということが、ピンポイントでやるということは、この質問形式にすればあ可能にはなりましたね。 でまさに、不能犯っていうのはそういう分野の話だったかなと思います。えー、まあ、不能犯って今ネタバレしちゃったのか。ちょっと検討してみますか。まず実行行為。で、実行行為性のね、この危険性の判断の基礎事情と、ここがあ問題の所在ですよね。すなわち、客観面は目の前にいるのは定です。ですから第三者です。第三者を放置する行為です。で、第三者を放置する行為には、殺人罪に、 えー、殺人罪非該当性なしって書いてあるんえー、否定が被ってますね。殺人罪非該当、もしくは殺人罪該当可能性なし。どっちかですね。非、非を取るか、えー、可能性なしを取るか、どっちか取っておいてください。5期ですね、これは。殺人罪に非該当、あるいは該当可能性なし。だから不能犯です。該当しようがない。作為義務がないから。 ところが主観的には親オツを放置する行為と認識していたとすなわち主観面の事情で言えば殺人罪該当可能性ありなんだよねさあそこでいかなる事情を基礎としてこの行為の危険性、まあ、現実的直接的危険性ですよね実行行為性を判断するのかという問題が提起されます これは、ある行為の危険性は、行為者の主観面や、あるいは一般人の認識可能性という事情を考慮しないと、ある行為の危険性は判断できない。と考えるのか、それともね、ね、えー、そういう事情とは無関係に、その認識とかね、えー、認識可能性なんていうね、主観面の事情とは無関係に、あくまで客観的な事実。 からのみ、危険性は判定されるべきと考えるのかという問題ですね、これは。はい。で、代表、ま、いろいろなこれは、だから別に考え方があっていいし、なんか判例の立場に従って事案を処理することを求めてるっていう趣旨じゃないでしょうか。いろんな考え方あっていいけど、代表的な二つの考え方をそこに挙げておきました。考え方一、具体的危険説。 え、危険判断の基礎事情を犠牲する見解というふうに書いておきました。まあ、多くの受験生はこの見解に立って処理するのかなというふうに思いますので、えー、すなわち一般人が認識し得た事情を認定します。なお、今回の、行為者が特に認識していた事情はこれカッコに入れといたけど、今回はこれ行為者が特に認識していた事情は、 えー、関係ないですよ。無関係ですよ。えー、いいよね。この、行為者が特に認識していた客観的事情とこ,こに書けましたけど、行為者が認識していた事情を危険性判断の基礎事情に入れるのはあくまでそれが客観的事情だった場合の話ですからね。真実だった場合と。ね。えー、今回は認識していた事情は真実ではありませんので、客観的事情じゃありませんので、ね。客観的事情は手だから目の前にいるのは。 そう、落つと認識してたから。そう、真実じゃないので、この認識を考慮することはない。だ問題は、だから一般人の認識可能性の方、ということね。本問では。あの、一般人からはさ、その事情を認識し得ないんだけれども、後遺者が特にその真実をね、客観的事情を認識してたときに、そこに着目して危険性を肯定するって、その場面でのみ、えー、検討される事情だからね、これは。後遺者の認識は。 だから、本問では、えー、一般人の認識可能性の方の問題です。さあ、そして一般人が認識し得た事情を認定し、その事情を基礎として行為がなされたら、結果発生の危険があったのかという判定をすると。そういう判断をすると。いうのが具体的危険説の考え方でした。じゃあ、本問はどうでしょうか。えぇ、ー、こうと同じ立場にいる一般人でも、手を打つと誤認する可能性が十分に存在したという事情が問題文になった。 すなわち、一般人の認識可能性としては、えー、一般はって書いてある。一般人はだな。えー、一般人は、えー、面前で倒れている人をオツと認識する可能性なんですよね。<laughs> だとすると、ここで、だから、えーき、えー、危険性判断の基礎事情が犠牲されるんですよ。公の目の前で倒れているオツを放置する行為と犠牲して危険性を判断。 目の前で倒れているのはオツであるとみなして、で危険性を判断すると。そういう判定になるとで。これに対してもう一つの有力な考え方である修正客観的危険説。これは危険性判断の基礎事情を抽象化する見解というふうに書きましたけれども、 どういう考え方かというとね、客観的全事情をもとに結果不発生の原因事情が何かを探求します。そして、どのような事実が存在したら結果の発生があり得たのかを検討します。これを家庭的事実の存在可能性と言います。すなわち結果不発生の原因を探るっていうのは、イコール結果を発生させうる事情は何なのかを探るということね。 で、その結果を発生させうる事情がもしあり得たのであれば、ね、ええー、それは危険だという危険性があったというふうに判定できる。あのー、これはあくまで客観的な事情のみをもとに、えー、危険性を検討している見解なので、一般人の認識可能性とかね、えー、そういった事情は無関係です。あくまでも客観的に結果を発生させうる事情があり得たかを判断すると。と 本問ではどうでしょうかえー、結果不発生。すなわち本問でいうとこれは作為義務不発生ですけど、作為義務不発生の原因事情っていうのは、それは端的に言うと、目の前に倒れているのが、ね、手だったという事情だよね。オツじゃなくて手だったと。えー、だから、作為義務が発生し得ないと。じゃあ仮に倒れているのがオツであったら結果の発生があり得ると。作為義務発生があり得ると。 ね、この仮に前目の前で倒れているのがオツであったという、この家庭的事実の存在可能性があるのかと。ういうことを探っていくと、どうやら本門は、同駐車場には丁以外にも負傷したオツが倒れており、丁、ね、を救助するため丁に近づけば容易にオツを発見することができたとあるので、そこに倒れているのがオツであった可能性は十分にあったという認定ができるんでしょう。 え、家庭的事実の存在可能性は、すなわち倒れているのが体ではなく、乙であったという事実は、存在する可能性があったと。でそこで、えー、危険性判断の基礎事情を抽象化します。甲の面前で倒れている、乙を含む人。人っていうふうに抽象化します。乙を含む。この乙を含むっていうところが家庭的事実の存在可能性の認定。おつを含んでいる可能性があったと。はい。こうやって抽象化して危険性を判断する。 えー、オツであった可能性がある人というふうに抽象化することによって、この抽象化された客体に対する危険が肯定されれば実行行為性ありと。まあ、そう、まあねえー、説明するとそういう感じになるんだろうけど、ね、はい。で、えー、注意点として、米印10ページですけど。まあ、不能犯という議論は、ま、類型分けされていてね、方法の不能、客体の不能、主体、主体の不能と。 ま、三類形があるとされています。え、本問について、えー、甲の面前で倒れていた相手が帝であった、オツではなかった、がゆえに不能犯だ、というふうに捉えると、これは行への客体が存在しないために結果が不発生、あ、結果発生が不可能、と、えー、いうことになるので、客体の不能、ということですよね。で、これに対して、帝との関係では孔に作為義務が発生しえず、その限りで孔はね、えー、不作為犯における身分、 であるところの保証人的地位を書くがゆえに不能犯だと捉えれば、それは行為の主体を書くために結果の発生が不可能な場合ですから、主体の不能ですね。ただ、えー、もっとも、いずれの類型に当たるとしても結局のところ問題の所在は、行の行為の危険性、実行行為性、 をどのような事情を基礎として判断するのかという、先ほど言ったこの点が問題の所在で、ここに集約するので、本事例がね、どっちの類型に当たるんだっていうこと自体を議論することにはあんまり実益がないだろうと思います。ちなみに主体の不能に関しては、ね、これは厳格犯だから、もうおよそ不可抜という見解があります。主体の不能についてはね。 で、この見解に立つのであれば、主体の不能に分類すると、それで不可抜という結論になるからね、ね、えー、その分類分けによって結論が異なり得るということになるんだけれども、その意味では実益が肯定され得るということになるんだけど、本問では殺人未遂罪が成立するとの立場からの立論、まあ、反論を、えー、リクエストされているので、えー ねえー、主体の不能は厳格犯ですと。故に不可抜ですって言ってもしょうがないわけ。リクエストに答えたことにならないから。ね、だからその立場は取れないっていう前提ですね、えー。だから結局同じ問題の所在に行き着きます。じゃあどうやってこの危険性を判定するんですかってそこに行き着くので,で。そこで代表的な出てくる考え方がさっきの2つっていうことです。よろしいでしょうか。さあ、じゃあそれをもとに危険性、実行行為性を判定してみましょう。 えー、これはだから先ほどの殺人のね、不作為の殺人の、えー、要件該当性の認定になっていきます。まず丸一番、えー法、重要な法益に対する危険の、侵害の危険の切迫性ですけれども、えー、甲の面前で倒れているオツ、これは考え方一。河の面前で倒れている人、オツを含む、ね、オツを含む人、中傷化された客体、これが考え方2。えー、はい。その客体の怪我の程度は重症であり、 えそのまま放置、えー、されれば、その怪我によって死亡する危険があった。という事情があります。えそうすると、孔が発見した時点で、ねえー、この客体ですね。孔の面前で倒れているオツ。考え方1。または、孔の面前で倒れている人。各個オツを含む。の、生命という、えーまあ、考え方2の場合はね。考え方2の場合は、面前で倒れている人。の、生命という重要な法益に対する侵害の危険を切迫していた。と認められるでしょう。 法的作為義務、丸二番ですけど、親に生じた避難については子や、子は親をきゅう救助する義務を負う前提というふうに問題文でもここは指定されているので、ここはさっと認定しちゃえばいいっていう話なんでしょうね。えー、子は親である、子の面前で倒れてるオツ、考え方一。または、子の面前で倒れてる人、各オツを含む。 を究明するために、119番通報等を行うなどして、直ちに必要な医療措置を受けさせるべき法的作為義務があった。まあ、作為義務の内容はこういう内容で特定しました。ちなみに、えー、米印。作為義務の発生根拠として、まあ、法令契約事務管理、監修、条理とか、ね。まあこういうもので形式的に発生するというふうに、 解する。まあそういう学説もありますが、まあ判例は先ほど言ったように、えー、先行行為による危険の喪失だとか、事実上の引き受け等による排他的支配の設定とかね、えー、こういう具体的な事実関係によって基礎づけられる実質的な要件と解しています、えー。本文では、公は、おの子として、まあ、助義務、ね、えー、730条民法を追う地位にあるものの、まあ、上記のような判例の認定に照らせば、 この法令上の地位のみによって殺人罪における作為義務を基礎づけることはできない。まあ、これ先ほど、説問2でも言いましたけどね。えー、まあ、もっとも本問は、説問において、ね、親に生じた機難について、子は、親を救助する義務を負うとの立場を前提に論じなさいと。えー、まあ、ここでもう前提にしなさいって指定があるから、まあ、子がおに対する作為義務を負うこと自体はもう前提として論述するということを求めるもので、作為義務を基礎づける具体的な事情を論じる必要はないということなんでしょうね。 ただ、現実の事案というか、実際の裁判では、これを前提とすることはできないから、今言ったようにね。えー、むしろ、このね、えー、義務の損否自体が、最も重要な争点となります。そのことには留意してください。ね、えー、ぜ、ある、ね、えー、要件を前提として論じなさいと。もうね、その要件が認定できることは、前提として論じなさいというリクエストだから、もうここはスルーしましたけど、実際の裁判では、その義務本当にあるのと。ここが一番の争点になる。 はずですから。はい。まあ、なので、今までの司法試験で不作違反が出題されたときは、まさにこの義務の損否自体を問うと。ねえー、この義務の認定が適切にできるのかっていうことを問う問題が出題されていました。まあ、ね。えー、ていうか司法試験不作違反好きですよね。何回出してるんですかこの10年で3回目ですか えー、なので、まあ、超品質、超重要事項ではあるんですけど、まあ、この作為義務の認定自体を求めることが、まあ、本筋のいわば出題の仕方なんですけどね。えー、本問は今回はだから変化球でした。っていうことを言って次行きましょう。えー、11ページ。<laughs> えー、作為の可能性、えー、要因性及び救命可能性ですけれども、こが発見した時点で、 え、119番通報を行うなどして、救助に当たることは格別困難であったと認められる事情はなく。え、またその時点で、え、病院に搬送すれば、緊急手術により一命を取り留めることが可能であった。これ、あくまでも、作為可能性であるとか救命可能性は、ね、え、あくまで、その、現実の体ではなくて、犠牲された客体、え、あるいは抽象化された客体について判断しているというのがポイントですよ。え、目の前にいるオツ。え、目の前にいる人。 というふうに、えー。その目の前にいる客体をオツとみなして判断。目の前にいる人を抽象化して判断していると。まあ、こういう判断になるはず。で、結果不発生。ええー、まあ、これはあ、そのね、犠牲されたオツ、あるいは抽象化された人が、えー、まあ、効果立ち去った後に、救、え、命、ー、されて一命を取り留めているので、えー、結果不発生。で、恋。ですね。最後。これは、説問三の方は、説問2とは対照的に、 はっちり認定できるということね。こうは、おつが死んでも構わないと思いつつ、その場から立ち去っている。ですから、死亡結果を任用していたんだから、密室の殺意が認められる。ということです。さて、最後の米印。えこ、ー、うが主観的にはですね、手ではなくて、おつを放置する認識であったという点について、具体的事実の錯誤 客体の錯誤。はい。これを問題にしている、まあ再現当案は、あかなり多かったという印象です。まあ、ここは実はだからあんま教科書とかに書かれてないからね。まあ、おそらく、その不能反論の検討を経て客観面で認定されているのが、結局、乙じゃなくて、丁いに対する殺人未遂に客観面では該当していると。 おういうふうに考えたため、認識との不一致と。認識はオツに対する殺人未遂だと。認識との不一致という問題なんだというふうに、まあ、そういう問題が生じるんだというふうに、そういう思考過程で考えていると思うんですけど、ただ、ね、えっと、客観面で該当しているのは果たしてこれ、手に対する殺人未遂なんですかそれを判断したんですかちょっとそこをぼかして今まで説明してきたつもりだったんですけど、これどうですか手に対する殺人未遂なんですか そこをはっきり考えておきましょう。あんまり教科書には書いてない。というのが最後の米印。えー、まあ、結論から言うと具体的事実の錯誤の問題ではないだろうと思います。なぜなら錯誤論として、客観、客観が手に対する殺人未遂、主観、乙に対する殺人未遂、不一致、ね、これ錯誤論。これを問題とするのであれば、今言ったようにその前提として客観的には手に対する殺人未遂だ。そこに該当してる必要がある。 しかし、本問においては、帝との関係では、孔に作為義務が発生し得ない以上、孔は客観的に帝に対する殺人未遂には該当しないんですよね。むしろそこが出発点なんだよね。えすなわち、本問では帝に対する関係では、孔には、いかなる立場からも実行行為性、えー、殺人未遂罪は成立しないということを前提として、じゃあ、孔が認識した客体であるオツに対する関係では、 危険性、実行行為性が、肯定できるのかという点が検討されていたのであり、これが不能反論なんだと。えー、端的に言うと、錯誤論は、発生した結果、あるいは危険に対応する認識を認めて良いのかという問題であるのに対して、不能反論は裏返しですね。認識し、認識に対応する危険の発生を認めていいのかと。 ねえー、そういう問題意識ですよね。うん、で、これだから、オツとテイじゃなくてですね、えー、その、かかし事例で考えてみると分かりやすいかなと思うんだけど、例えば、これは教科書とかによく載ってる事例じゃないですか。例えば、甲がオツを殺害する意志で、田んぼに立ってるかかしをオツだと思ってピストルを発砲としたところ、ねえー、例えば具体的危険説から、ね、一般人から見て、かかしをオツだと、えー、誤認し得ると。 えー、オツだと認識し得る可能、認識する可能性があった。一般人から見て。という場合。まあ、あるいは修正客観的危険説から行くと、まあ、その場に立っているのが、かかしではなくて、オツであったという可能性があった。という場合。家庭的事実の存在可能性があった場合。はい。この場合、どうなりますかこれよく教科書に載ってる事例でしょかかしは人だと思って発砲したと。一般人はそれを人だと認識する可能性があった。その場合、どうなった はい。この場合はいずれも、かかしの損壊という結果しか生じていないにもかかわらず、こうの行為は、オツに対する殺人未遂に該当すると判断されることになるでしょで、これはあくまでこうの認識に対応した、オツに対する危険発生の有無を判断したものなんだってことになりますよね。この場合の客観面を、ね、まさか、かかしに対する殺人未遂とは評価しないでしょ これ、かかしに対する殺人未遂で起訴状を書いたらとんでもないことになるよね。なんだそれって感じになるでしょ。本文も同じなんですよ。定に対する殺人未遂はもはや成立しないんだということをね。むしろそこが出発点。ただまあ、これについても、まあ、説問、問題文の記述が若干やっぱりこれ問題文の記述を素直に読むとさ、説問さん。だから定に対する殺人未遂が成立しない との主張に対して反論しろっていうようなリクエストに読めるから、結局、こちらが論じるべき内容は、定に対する殺人未遂の成否、ね、手に対して殺人未遂が成立するっていう主張を求められてると。そういう立論を求められてるっていう、まあそういうふうに暗示がかかるような書きぶりではあるんですよね。確かに問題文が。ただまあ、ていうかまあこの問題文の書きぶりだと、そもそもこの、 客体がオツなのか手なのかっていうところまで意識して出題されてたかどうかっていうのもちょっと疑問なんですけど、現物に考えるとここだと思いますよ。かかしの事例がわかりやすいと思う。えー、だこの場合ゆえにね、その、今のかかしの事例で言うとさ、もうそれはかかしに対する危険じゃなくて、オツに対する危険を肯定したっていう話なんだから、ね、主観面でもはや錯誤論,論論じる余地ないでしょ客観面が器物損壊、主観面が殺人とかね、抽象的事実の錯誤だとか言わないでしょ 同様に本文でも作語論は問題とならず、結論としてこうに成立する犯罪は、オツに対する殺人未遂なんだと思います。なお、本文では、まあ、現実にオツが手のそばにいたという事情がね、あったから、えー、客観的あ、修正客観的建設からも肯定できた危険性が。逆にと、この事情がない限りは、修正客観的建設からは、オツに対する殺人未遂は成立しないってことになります。 ところが、これに対して、具体的検察に立つとね、結局、一般人が手を打つと誤認する可能性がある限り、例えば、落つなんか全然その場にはいなくて、家で寝てたとかね、えなんか家で飯食ってたとか、全然その場にいなくて、しかも全然危険じゃなかったという場合でも、結局、ね、えー、手を打つというふうに一般人が誤認する可能性がある限り、落つに対する殺人未遂を肯定すると。 オツに対する殺人の実行行為性を肯定するという結、そういう結論になるので、やっぱりですね、具体的建設の判断の仕方っていうのはおかしいんだというようなことが近似言われてます。このような具体的建設の判断方法については疑問が呈されているというのが最近のこの議論ですね。ということを指摘しておきます。 まあちょっとね、これもね、えー、うん。まあここの、だから、結局、うん、作語論については、ちょっと出題趣旨のね、えー、見解をちょっとぜひ待ちたいと思いますね。えー、厳密に考えるとこういうことだと思うんですけれども、おそらく受験生の多くはですね、作語論の問題だっていうふうに思ってしまうと思うし、そのこと自体は、この問題文の書きぶりからすると、えー、ちょっとやむを得ないかなという気もするんでね。 えー、理論的にはそれは、あの、誤りなんだというふうには私は思いますけれどもね。ちょっと、えー、出題趣旨のここはあ、見解を待とうかなというふうに思います。はい。で、以上より、だから私の分析としてはね、え、オツに対する殺人未遂の成立ということにしました。さあ、じゃあちょっと、えっ、ー、と、せっかくレックさんの方で当案例出してくれてるので、ざーっと言及して、えー、前半終わりにしたいと思います。 えっと、徹底分析会掲示 k と書いてある方のレジュメの、えー、と6ページからかな。問案れついてるので、ざっと言及しますよ。 えっと、説問1については、あんまり言及することないわ。これはいいです。これ見といてください。うん、これでいいと思います。で、説問2から行きましょう。説問2。えー、まあ、かかる項は不作為による殺人罪の在籍。殺人罪じゃなくて殺人未遂だね。殺人未遂。 財の在籍を負うかと。で、まあ、不作演班の成立要件を、ええー、論述してくれてます。で、次のページって7ページ。えっと、気になったのは、気になったのは、ここだ、因果関係の判断についても、 うんぬんかんぬんっていう形で、ま、結果回避可能性を因果関係に位置づけることによって、例の十中白判例を念頭において、ここに書いたんでしょうけど、ちょっとね、これが出てくるとやな予感がするというか、あ、これ因果関係認定しようとしてるのかな、みたいなね、え感じが、あこう、印象を受けるんだけど、やっぱりこの答案因果関係認定してるんだけど、先ほども言ったように、未遂ですからね、今回。えあ、ごめんなさい、未遂ですからね、じゃなくて、結果不発生ですからね。 結果不発生。結果が発生していないと因果関係問題にならないから。まあいいかな。で、えっ、ー、と、当てはめの内容を見ていただくと、やっぱり、あの、さっき注意したけど、この,この書き方はやっぱり注意してください。作為義務が認められると。これ先ほど言った通り、これだと分かんない。義務の内容が4文字だと。何をする義務なのと。何をしなかったことが実行行行為なのが分からない。 それすなわち実行行為が特定されていないということは起訴状がだから素因不特定ですよそういう話になるんですよえー、まあそのちょっと上でも親であるオツを救,助する救護する義務か救護する義務救護義務これもやっぱり内容が特定できてないなっていうか何をするのってことね でまあ、あの想定できる内容、義務の内容としては、さっき言ったあの安全な場所までこう連れていくと、車の中に戻すとかね、そういうことをする義務ということになるんだろうけれど。で、イ、e、は削除可能性、容易性で、結果発生防止の改善性もここで認定してるんだよね。さっき因果関係に規範では位置づけてるように読めたけど、まあ、これはこれでいいですよ、あの今の判例の傾向は、これを実行行為の要件に位置づけると。 え結果発生防止の改善あれ、救命可能性。という位置づけね。これはこれでいいと思います。で、ただちょっとこれね、なんか、ここの、この先の書き方がよくわからなくなっているので、ちょっとここはあんまり真似しない方がいいかなっていう感じになってる。以上を踏まえ、同価値性を検討するとって、ここまででもう義務発生させて、かつ可能性容易性も認定してるから、さっきの規範に照らすともうここまでで実行行為性肯定できるんだけど、以上を踏まえて同価値性を検討するとなると、こっから先何の検討なんだろうっていうのがよくわかんない。 規範と当てはめが対応するしてんのかなこれって感じになるので。この、以上と以下の関係がよくわかんないので、この書き方になっちゃうとね。これちょっとよくわかんない。で、要は全開すると、多分ここから下は、例のあの、具体的な危険性を認定しようとしてるんだと思います。生命侵害に対する具体的な危険をね。でも、それは思考が逆で、そういう危険がなければ、作為義務発生しないよっていう前提状況ですよ、むしろ。作為義務の。 危険な状況が、シチュエーションが肯定できなければ、殺人罪を基礎づけるような作為義務は発生しませんよっていう話だから、これは検討の順番としては、思考過程としては前に来なきゃいけないはずだよね。危険性は。え、あるいは作為義務の検討の中でやるべき。先行行為によってこういう危険が発生したのかっていうことを認定するのが判例の認定の仕方だったから。先行行為によって具体的な危険を発生させたとかね。切迫した危険を発生させたと はい。そこで検討してください。なんか、この以上を踏まえって書くことによってよく位置づけがわからなくなってるので。んで、えー、過去4番でやっぱり因果関係認定しちゃったなっていう感じだけどね。結果回避可能性があるためって書いてますけど、だから結果って何なんですかねっていう。障害結果のこと言ってるんですかね。障害結果って殺人未遂罪の構成要件ですか 違いますよねだから、これ結果発生しない場合はもうこれ問題にできないんですよ。はいということでここは括弧に入れちゃうけどあと、ま故意についてもさ結局認識してるから任用してるみたいに、まあ、ここはこういうふうに書くしかないんだけどね一旦はこうやって認定するしかないここはじゃあ保護責任者行き ちょっとね、ここはすごく気になった。そして死亡結果、カッコ3番ね。そして死亡結果が生じた場合でも、219条が障害罪との比較で重い刑に処するとしており、不作為によって生命の危険が生じた場合を、 殺人罪等で問議するべきではない。このため、不作為による殺人未遂罪ではなく、保護責任者遺棄致傷罪が成立するという考え方があり得る。うんとね。この答案は、これを書いただけで反論したってことになっちゃってるっぽいんですよ。位置づけ的に。この部分の位置づけ的に。だから、以上に対し、みたいなことで検討して、結果として保護責任者遺棄成立しないと。 殺人未遂だって言っちゃってるから、反論部分ここだけになってるんだけど、こんな抽象論書いて反論することを求めるのが、本問のリクエストだとは到底思えないので、この殺人、不作為殺人罪はおよそ成立しないんだというね、まあほぼこんなこと言ってる、指示してる学者も、ほぼいないという超マイナー学説みたいなのを出して、それをもって反論、そういう学説を紹介して反論って言っても、それは全く出願趣旨ではないと思います。 ね、えー、殺人、不作為の殺人は、あの、判例上成立してますので、およそ成立しないんだ、みたいなことを反論させる問題ではないですからね。というか、本問ではやっぱり少なくとも殺意に対する反論は必須だと思いますよ。えぇ、ー、証文、括ッ二2のリクエストで、ね、えー、殺意なしっていう反論は、こう、最終的な結論を はね、自分の結論としてどっちにするかは置い,て置いておいたとしても、証文括弧2のリクエストとしては、殺意なしを論じるのは必須だと思う。だからこれ結局殺意認定しちゃってるからさ。ほら、ここですね。本、本件では殺人罪の検討において、公に行為が認められる以上は殺人罪なんだ、になっちゃってるから、ね、えー、さっきのところで一旦認定するのはいいんですけど、それは証文括弧1のリクエストだから、 ね、証文括弧1で一旦認定するのはいいけど、証文括弧2では、いや、殺意ないぞって、そこを反論するのは絶対必須だと思いますよ。ちょっとそれが全くできてない、この答案は。そこが気になりました。まあ、結論として殺人未遂なんだっていうのも、ま、気にはなるんだけどさ。まあ、結論はどっち、自分の結論をどっちにするかは、とりあえず置いといたとしても、 小問確保2のリクエストにちゃんと答えてください。こういうあのマイナー学説を中小論に展開することだけが、ね、だけで反論を終わらせちゃうっていうのは、えー、全く質要な趣旨にかなってないというふうに思いますので。で、次、質問三。えー、っと、これなんかね、なんかもうよくわかんないんですけど、冒頭から。救護義務のない体について、救護義務がないものと誤信してても、これ日本語としておかしいでしょ 救護義務がない体について救護義務がないと認識したら、全く誤信じゃないじゃないですか。これどういうことなんですかね救護義務がない体に対して救護義務がないと誤信して、誤記なんですかねこれちょ何が誤信なのかが全くわかんない。本文の誤信は、ええー、まあ、要は手を打つと考えたことで、認識したことが誤信ですからね。 で、まあ、不能犯の議論をしているのはいいんですけどさっき言ったようにここねここ気をつけてください、い、括弧二2のいのところ後遺者が特に認識していたこの事情は客観的事情に限りますよ。客観的事情に限りますよで 結局、この答案は具体的建設はいいんだけど、具体的建設の内容を正しく理解できていないから、当てはめがむちゃくちゃなことになってます。次のページだけど。え、本件では、駐車場に倒れていた帝について、一般人の視点では帝が重傷であって怪我を放置すれば死んでしまう状態にありって書いてあるけど、え、この危険は一般人の視点が何かなんて関係なくあるんでしょ いいよね。て、の危険っていうのは、一般人の視点なんか全く関係なく、その危険は肯定できるわけですよね。いいですかこれ、なんだか、一般人の視点に立って何を判定してるのかってことを全く勘違いしちゃってますよね。ここでは、一般人は、この発生した危険を、ての危険ではなくて、オツの危険だと認識する可能性があるのかと。一般人は、てがオツであると認識し得るのかと。そこをですよ、検討するのは。 手自身に対して発生している危険は、一般人云々なんてことを言わなくたってもう危険を発生してるんだから。関係ないですよ、一般人の視点は。その危険がね、手ではなくて、乙に発生してるっていうふうに認識し得るかどうかが重要なわけで。えー、だから、ここ、一般人の視点で生命侵害の危険があるっていうね。えー、ここの意味内容がちょっと理解されていないですね。でしかも、 い、で、そして、この認識の限りで、倒れている手を打つだと誤信しているところ、このような行為者自身が特に認識していた事情もき認識も、ね、特に有していた認識も、基礎に入れてとか書いてあるけど、これはもう明確に間違いですからね、先ほど言ったように。いいまさしくここに書いてあるように、誤信してるんだから。こは。誤信してるんだから、誤信してる以上、こうの認識はもう問題にならないですよ。 項の認識は判断の基礎に、基礎事情に入らないです。いいかな。なので、まあ、具体的建設を書いたところまでいいんだけど、その内容が理解されてないから当てはめができないっていう事態に陥ってますね。この答案は。だからもうなんか、すごい無茶苦茶なことになってますよ。て、てだと誤信されたおつって、これも罰だよね。定だと誤信されたお、つだと誤信された定でしょ。逆でしょ。 なんかもうすごい無茶苦茶なことになってます。な意味不明な論述になっちゃってるから。で、結局これでどっちに対する危険を肯定したのかもよくわかんないね。オツの生命への危険ってここで言ってるけど、えー、そのすぐ産業したぐらいは手の生命への危険とか言ってて、もうちょ、これ結局どっちを認定したっていう話なのさっきの話ね、これ。さっきの客観的に該当してんのは手に対する殺人なのか、それともオツに対する殺人どっちなんだという話ね。そこもよくわからない認定になってる。 で、あと、危険が現実化しておりっていうと、これ何因果関係を認定したのと。なんかもう、あの、よくわからない論述のオンパレードになっちゃってますけど、これ何なんですかね現実化し危険性自体を判断してください。危険の発生が肯定できるのか、それを肯定するための基礎事情としてはどういう事情を考慮するのかが問題の所在ですから、危険の現実化は別に問題になってないですよ。そもそも見据えだし、先ほども言ったように。 ということでした。で、まあ、作語論書いてますけど、これはね、やっぱり多くの再現答案で作語論書いてたので、えー、先ほどの私の分析例では、えー、この問題っていうのは作語論ではないんだ、という分析を述べましたけれども、ね、えだから最終的には成立するのは定ではなく、お通への殺人未遂なんだ、と。ね、いう分析を述べましたけれども、まあ、書いてる人は多かった。という意味では、 えこれを書いたことが何かこう決定的な差になるとまでは思わないです。はい。じゃあ、とりあえず、憲法の解説はここまでにして、5分休憩入れましょう。えー、45分から、あ、五分ちょい。ここの時計で言うと43分ぐらいですけど、まあ、5分間休憩入れます。えー、じゃあ,あ、前半の講義はこれでおしまいにします。お疲れ様です。 はい。えっ、ー、と、じゃあ、後半の刑事訴訟法を始めていきたいと思います。えっ、ー、と、オリジナルレジュメの方で15ページ以降ですね。ちょうどこう半分で、えー、半分以降が刑事訴訟法になっています。で、えっ、ー、と、まず刑事訴訟法ですけれども、えっ、ー、と、全体的な印象ですけれども、まず、説問1はですね、えっ、ー、と、直近の最高裁判例ですね。 で、しかもこれが実務においても極めて大きな影響を与えた、と言えるような、まあ最高裁判例です。で、まあその判例の射程に関する理解を問うという意味では、極めていい問題だというふうに思いました。えそして質問2の方は、まあこれは毎度おなじみの伝聞証拠ですけれども、伝聞の意義についての基本的な理解と、 あと、まあ、その事案の的確な分析を通ってる問題です。も、ま、う、あ、これもいい問題ですよね。えっ、ー、と、だから今年は問題の質的にはですね、あの、刑法は、えー、かなり刑訴法にだいぶ水をあけられたなという、えー、そういう印象があるんですけれども、えー、ちなみに、だから証拠法の方はさ、これも伝聞とかもめちゃくちゃ品質じゃないですか。で、伝聞に絡む問題ってもうほぼ毎年のように出題されていて、 もうこれ、再品質項目ですが、それだけですね、まあじゅ、もちろん重要だっていうこともあるし、それだけこれ、毎年毎回同じことを聞いても、それでもしっかり差がつくっていうことなんですよね。ここを強みにした受験生っていうのは、あの非常に係争においては力を発揮できることになるんだと思います。まあ、あとそんなところが全体的な印象としてありました。じゃあ、まず問題文を確認しましょう。 よいしょ。えー、っと、そっか。えー、っと、柱書きは良くて。まあ、説問1と質問2に答えなさい。だからね。で、説問1が、え、河部丸よび丸二の各操作の適法性について、えー、具体的事実を適時しつつ、というのが質問1。質問2が、 え河、ー、川部丸三の本件メモの証拠能力について、立証趣旨を踏まえ、具体的事実を適時しつつと。これ、おなじみの、だから、出題の仕方、もう非常にオーソドックスというか、ね、えー、もう、あの、その伝文の理解をお、端的に問う問題だよね。で、2番が、河、え、川、ー、部丸四の本件領収書の証拠能力について、立証趣旨を踏まえで。で、その後、ちょっと、着目というか、 え、この、証文2の方はここがあるんだよね、リクエストとして。立証上の使用方法を複数想定し、と。これが何なんだろう何のことなんだろうとか思いながら問題文を読むことになるんでしょう。え、だから単に伝文の、分析ということをするだけではなくて、何かそれ以外のしえ立証上の使用方法が想定されるのか。 まあそういう観点が必要になるんですね。で、えー、具体的事実を適時しつつと。ただし、えー、本件領収書の作成者がこうであり、えー、本件領収書がこうから部位に交付されたものであることは証拠上認定できるから、それを前提に分析してみてね、というリクエストでした。はい。じゃあ早速、まず説明書から見てみましょう。えっ、ー、と、テキスト、テキストじゃなくて、えっ、ー、と、レジュメは15ページですね。 で、ま、え、ま、これも前でお馴染みなので、検討の流れはいいかな。えっ、ー、と、まずは、強制処分該当性の検討です。え、そこでは、あ意思制圧、えー、重要権利侵害と、いうね、えー、まあ、二つの、えー、基準。まあ、これをどう理解するかという問題。と、まあ、参考判例は四つつけてあります。で、さらに、いい強制処分ではない任意捜査だということになれば、その任意捜査の適法性。えー、で、これがあ、捜査比例の原則。 ですね。必要性、緊急性、相当性と。参考判例を5、6、7、8と。これも4つつけておきました。でまず、強制処分該当性の第一基準で強制に当たるとなれば、これは無令状検証ですから、それで違法と。えー、いうことが確定する。令状を取ってないですね。 あの、ちなみにですね、あの、この後、ちょっと言及する GPS の判例、平成29年の判例が、えっ、ー、と、令状主義違反の問題というよりは、これは強制処分法定主義の問題としてね、捉えるべきで、立法が必要なんだという問題提起をしています、えー。検証としては捉えきれない性質を持っている処分について、検証令状でやっていいっていうふうに言うのは、それはまずいぞと。適正手続きの観点から問題があるぞと。 えだから、そういう場合には、共生処分法定主義の問題として提起するということがあり得るんだけど、えっと、ま、本問はただ写真撮影とかビデオ撮影であれば、検証の性質そのものを有しているということでもいいかなと思います。まあ、ここは両方論じ方はあっていいのかなという気がしますけどね。で、検証の性質そのものを有しているものであれば、ね、GPS は検証では捉えきれない性質があったけれどもね。えー、検証だということであれば、それは端的に検証令状を書いて無令状で行った点があ、令状主義違反で違法という話だからね。 はい。で、強制処分ではないとなったら、第二基準で捜査比例の原則と。で、えっ、ー、とー、米印見てください。じゃあ、この15ページね、強制処分と認証分の区別基準というところですけど、えー、判例1が、まあ、これがリーディングケースとしてずーっと、えー、言われていた判例で、昭和51年の判例ね、えー。強制処分とは個人の意思を制圧し、身体住居、財産等に制約を加えて、強制的に捜査目,目的を実現する行為。 など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段。はい。この理解をめぐって、えー、判事前段部分に重点を置くのが意思制圧基準。後段部分に重点を置く重要権利侵害基準。というね、えー、まあ、対立的な、あ見解の対立があり、ありましたと。えー、意思制圧基準というのは、法益士を侵害する対応、あるいは程度が、 意思に反する程度ではなくて、意思を制圧する程度に至っているか。あすなわち、権利の完全な侵害、いわば権利剥奪のレベルにまで至っているか。権利剥奪と同志できる程度に至っているか。はい。これを判定していく基準なんだ。ということになる。えー、で、これに対して重要権利侵害基準は、意思を制圧しっていうのは、まあ、それは意思に反するぐらいの意味に捉えておいた上で、もっぱら侵害対象となる 侵害の対象となる権利利益が重要か否かというね、ええー、このおしん、侵害利益の重要性という点から、強制処分性を判定していくと。え、もっともですね、この参考判例1が、ええー、いわゆる物理的な有形力の行使を直接的に相手方に向けてなされる、そういう類型、ね、えー、そういう類型の捜査活動、まあ、これ第一類型というふうに書きましたけど、まあ、そういう事案だったということが、留意が必要。 なんですよね。で、これに対して本門の、まさに本門のように、えー、相手方が認識し得ない、相手方が認識していない状況下で、えー、行う処分、ね。まあ盗聴、盗撮の類型、こういう類型、えー、ま、第二類型において、えー、強制処分該当性をいかにして判定していくかという問題があったと。えー、この類型的な捜査活動の性質の違いに着目し、参考判例1位の射程は、 第一類型に限定するんだと。で、そこに限定した上で、第二類型については、重要権利侵害基準で判定するんだよと。まあ、そういうふうに述べる見解もあり得ました。その後ですね、えっ、ー、と、最高裁ではですね、最高裁のレベルでは、その後、えー、まあ皆さんもご存知のように、通信防、いわゆる通信防止。えあと、X 線検査。 と、強制処分該当性をね、肯定した最高裁判例がその後続いたわけですけど、えー、これらの判例はいずれも、ね、えー、参考判例1は引用していなかったんですよね。通信防受だとか X 線検査についてはね。 だから、これはソーシャル一系の違いに応じて基準を使い分けるという発想があるのではないかという、そういう分析があり得たんです。まあ、これに対しては、従来どういう議論があったかというと、意思の制圧、医制圧基準における意思の制圧というのは、え、現に明示された意思を制圧している事実状態のみを指すものではないぞと。 まあ、これ結局そういうふうに理解しちゃうと、例えば相手が気絶してたらどうするんだと。気絶してる相手に対して何か処分をやったら、およそ、あの、反対意思を表明できない以上は、意思の制圧なしですって言ったら、これ全部任意処分になっちゃうんだ。相手が気絶してたら。ということになりかねないよね。だから、現に反対意思を表明してる相手に対して、その意思を制圧するというね、そういう事実状態のみを指す、そういう、要件、文言ではない、そういう文言の意味ではないんだよと。えそこはそういう理解でいいんですよ。だから、 えー、その性質、その処分の性質が、えー、明治または目次の強固な拒絶意思をおよそ無視して、捜査目的を一方的に実現する性質を帯びている。これを指して、つまり捜査がこういう性質を帯びていることを指して、意思の制圧というふうに言うんだと。えー、当該処分が本質的にそのような、えー、性質を帯びている場合は強制処分性が肯定されると。まあ、こういう形で、えー、意思制圧基準を理解していくと。 だから第二類型についても、医師制圧基準の枠内で判定していくという考え方があります。なお、その後ですね、えー、まあ、この、まさに問題になるこの参考判例4ですけど、GPS ですね、GPS 操作について、えー、この判例は、判例1を引用しましたね。51年判例を。引用した上で、こういった、個人の意思を制圧して、 憲法の保障する重要な法的利益を侵害する者として、係訴法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分に当たるというふうに判事しました。えっと、まあ、まさに捜査、累計2に当たる捜査活動に対して、参考判例1を引用した判例がついに現れたということで、 えー、少なくともね、現在の判例の立場が、その捜査類型意見に応じて基準を使い分けていると。まあそういう立場ではないんだろう、というふうに理解する余地があるでしょう。じゃあ、この基準をどう理解するかが、まさに端的に問題になってね。そこなんですよね。だから。 え、論述においては、まあ、いずれの基準を用いる場合であっても、基準のその内実に対する正確な理解を示す必要があるでしょうと。えー、医師侵害、えー、ごめんなさい、医師侵害基準じゃない、医師制圧基準だな。医師制圧基準では、医師を制圧しというね、この内容、意味内容、先ほど言った、ここがまさにね、問題になるから、ここを明らかにした上で、その侵害の対応程度を認定していく、 という必要があるし、え、他方で、え、重要権利侵害基準の方では、まさに、この侵害対象となる、このね、憲法の保障する重要な法的利益の内実だよね。この具体的な中身をしっかりと認定するという作業が求められるということになるでしょうね。さあ、じゃあ、え、具体的に本文の分析をしてみると、16ページ。 でまず、捜査丸1の方です。でまず、第1基準ですね、えー。強制処分該当性を見てみると、こういう事情がありました。えー、まず、本県事務所は、面前が公道に面した平屋建ての建物で、えー、玄関ドアから外に出ると、すぐ公道になってたと。公道ですね。 さらに、本県事務所付近の行動場に止めた車両内から、同事務所の玄関先をビデオカメラで撮影するという、そういう捜査活動が行われました。そして、対象者が事務所の玄関ドアに向かって立ち、ドアの鍵をかけた後、振り返って歩き出す姿を、対象者の要望を含めて、要望を含めて撮影している。これが捜査1位ですね。さて、意思制圧基準。 で判定してみると、行動上における観察、記録、保存。これは、ねえー、対象者の目次の拒絶意思が強固なものとは評価できないだろうと。行動上であれば見られること自体は前提なわけだからと。他者にね。えー、そうだとすると、これは意思を制圧して、ねえー、反対意思を全く無視して、一方的に捜査活動、捜査目的を実現するような性質を帯びているという評価はできないだろう。ということになりますね。 え、他方、重要権利侵害基準、どうだろうか。え、これは、ま、まさに憲法13条論で、え、ま、判例五がね、ま、憲法判例として、もう極めて有名な、京都不学連事件ですけど、え、個人の私生活上の自由の一つとして、憲法13条の保護範囲として、え、何人も、その承諾なしに乱れに要望、その要望等を撮影されない自由を有するよと。だこういう利益、こういう自由が、え、憲法13条の保障が及ぶと。 とういうことを言いました。ただし、これも行動上であれば、他人から要望等を撮影されること自体は、撮影されることじゃねえな、観察されることか、ね。撮影されるっていうのはかなり得意な現象で、行動上では、ね、他者から見られること自体は、受任せざるを得ない場所なんだと。 ま、観察と撮影はもちろん別だから。観察は受任せざるを得ない。だからそこで、ま、プライバシーのね、その要保護性が一定程度、お退すると。弱まると。いうことが、ああ、分析できるんだろうと。まあ、なので、捜査丸一をおそらく強制処分該当という結論を出した人ってのはほとんどいないと思われます。 で、えー、そしたらじゃあ任意処分の適法性ですけど、ここではだから捜査比例の原則ですね。必要性と相当性を基づける事情。まあ、緊急性は必要性を高めていく事情ですけれども。えー、それぞれどんな事情があるだろうかって見ていくと、例えば、えっ、ー、と、そこに挙げたような事情でしょうね。えー、まず、本件の事件自体が <laughs>、え被害金額が100万円以上にも上る詐欺事件であり、まあ、これは犯罪の重大性ですね。 で、えー、本件犯行の際に犯人が部位に交付した領収書には A 公務店の代表者公の応印があったと。かつ、領収書に記載された住所には実際に A 公務店の事務所が存在するということが判明したと。こうまあ、内定捜査をこう続けていくと、権威がこう浮かび上がってくると。いうことだよね。えー、権威の高まりです。 V は P に対して犯人は中肉中税の男であり、A 公務店と書かれたステッカーが貼られた赤色の工具箱を持っていたという旨を供述しています。そして P らは A 公務店の事務所に入っていくまさに中肉中税の男を目撃しました。ということでまあこの辺はだから忍着の類似、いわゆる忍着の類似性というやつね。えー、被害者が供述している犯人の特徴と一致しているということでまあこれもやっぱ嫌疑の高まりを示す事情と。 はい。で、17ページですけど、えー、重大事件について、えー、撮影の対象者が犯人である疑いを持つ合理的な理由が存在していたものと認められ、えー、と、まあ、これあれだな、ビデオ撮影に関する判例の認定をちょっと真似てますけど、えー、と、何番だっけな。判例8か。 判例8なんかの認定を参考にしてますけど、ま、ね、対象者が犯人であるという疑いを持つ合理的な理由、ま、権威ですよね、が存在していたものと認められ、かつ、捜査一は本件詐欺事件の捜査に関して、被害者の現任した犯人の要望、体系、等と、対象者の要望、体系、等の同一性の有無の確認と。ま、このために撮影が必要なんでしょういわゆる面割りです。 えー、あなたが見た人、この中にいますかっていうね。これ何枚か写真出さないと信用性吹っ飛びますからね。気をつけてくださいね。ねこれはこの人は容疑者ですけど、これはあなたが見た人ですかと。あなたが見た犯人ですかと。一枚だけ示しちゃったら、もう一りそれは誘導暗示ですから。ね、これ何枚かこう、写真を見、写真台帳ってのを作るわけです。写真台帳を作って、こう何枚か見せて、この中に犯人いるかもしれないし、いないかもしれないんだけど、あなたが見た人いますって聞くんですよ。 で、それをやるために写真必要だから、ね。えー、まあ、その証拠資料を入手するための、必要不可欠な,な証拠資料ですよね。えー、だから入手するために行われた捜査活動ということで、まあ、写真を撮影して保存すると。まあ、この手段の必要性。まあ、そういう手段の捜査活動をする。まあ、そういう手段の捜査活動を、その手段を正当化する。そういう必要性があるよと。認定できるよということだな。他方、相当性はどうだろうか。上述の通り、 行動上という通常、えー、人が他人から要望等を観察されること自体は受任せざるを得ない場所だよというのは、これはだから非侵害利益の要保護性を、またここでもう一度、えー、指摘します。でさらに、P が撮影した映像は全体で約20秒間にとどまっていた。まあ、これは侵害の程度を示す事情かな。ただね、これちょっと後でまた言及するけど、20秒だったか、 1>, 1分だったか、2分だったか、20分だったか、それとも写真1枚、一瞬だけ撮った、だったかで、そこまで侵害の程度って変わるっていう評価できるのかなという疑問もありますけどね。まあ、とりあえず、あの、時間が事情として上がっていくから、とりあえずそのね、20秒っていう時間は事実を適時した上で評価した方がもちろんいいですけどね。ただね、その写真を写された、あるいはビデオに写されたっていう、その、侵害の質的側面というかね、 性質は別に変わんないよね。1秒であろうと、5秒であろうと、10秒であろうと。だから、ま、あんまりなんていうかな、この事情っていうのはどこまで相当性を重く基礎づけるかっていうのは、実は考える余地があるのかもしれないけどね。はい。で、対象者の要望を、撮影したもの、要望を撮影してます。これは撮影2との違いね。撮影丸2との対比でいうと、要望まで移してますよね。まさに面割りのためにやったわけだから。 あ撮影したものであるが、対象者が事務所の玄関ドアに向かって立ちドアの鍵を開けた後振り返って歩き出す姿を映したのみ、まあのみだというふうに評価しました。まあね、その行動を四六時中監視するようなことはしていないと。まあこれもだから侵害の程度をどう評価するかってことですね。 ということで、まあ結論としては、捜査丸1は、上記捜査目的を達成するために必要な範囲において、かつ相当な方法によって行われたものと言っていいかなというふうに思います。じゃあ次、捜査丸2見てみましょう。まず、ね、第1基準として、強制処分該当制ですけど、事情としてはこういう事情です。えー、事務所の面前の腰高窓でいいのかなには、えー、ブラインドカーテンが、下ろされており、 えー、両隣には建物が接しているため、行動からは事務所内の様子を見ることがまずできませんでした。という前提状況があった。えそして、えー、向かい側のマンションの2階通路に上がったところ、お事務所、玄関上部にある小窓から事務所の内部を見通すことができたため、望遠レンズ付きのビデオカメラで撮影。そして、事務所内の机の上に置かれた工具箱を5秒間撮影ですね。そして、えー、操作丸1との対比で言う、 うの要望はっってていいなないことだ捜査丸にはさあじゃあ医師制圧基準で判定するとどうだろうか対象者の管理する建物内部の、ね、通常外部からは見えない場所の様子を望遠レンズで撮影するという行為ですねでこの行為に当該捜査を受容する推定的承諾があるものとは到底評価できないだろうと 言うと、18ページ。えー、まあ、これについては、だから、対象者の拒否の有無をも言わせず、ね。えー、許諾の有無、うまあ、不服申し立ての機会すら与えず、というな。えー、全くその対象者の意を介することなく、一方的に捜査機関の必要とする情報を取得するという点において、プライバシー侵害の程度は、権利剥奪と言えるほどの強度な、あー 権利侵害だあ。という形で評価すると、まあ、意思制圧して一方的に捜査目的を実現する性質を帯びている。というふうに判定することができる。だろうかなと思いますね。えー、米印。えー、行動上の写真撮影の場合と、居室内の盗撮の場合とでは、後者の方がプライバシーのよう保護性が高い。がゆえに、目次された拒絶意思もより強固なものであると合理的に推認されると。と え、医師さ医師制圧基準だとこういう、ロジックっていうか説明になりますね。え、そしてその医師が処分の可否を決する可能性を全面的に否定された状態に置かれたのであれば、それはまさしく拒絶医師を明示したにもかかわらず、制圧して捜査を行った場合と、法的に同等の評価が与えられるべきなんだと。 考えると、ね、まあこういうふうに理解すると、本文のような類型の捜査行為の強制処分該当性についても、この意思制圧という側面から説明することが可能となる。他方、重要権利侵害基準で見ていくとどうだろうか。実行の管理する建物内というのは、個人のプライバシーが強く保護されるべき場所、空間であった。通常他人から要望等を観察されることがなく、 他人から見られていないとの合理的な期待が認められる領域内の状況の撮影であり。これは、はい。これがキーワード。指摘領域への侵入を伴う。え判例4ですね。GPS のこの最高裁を理解するキーワードはこれですよね。え判例4を読み解く最重要キーワードなんだろうと思います。すなわち、 りに要望等を撮影されない自由。先ほど見た憲法13条論ですね。憲法13条によって基礎づけられる利益というのは、ああ、侵害制約されうるものであると。ね、されうる。だからこれ、現に撮影、現に要望が撮影されない限りは、要望を撮影されない自由は侵害されないわけじゃないですか。か撮影されうるなんでね、これは。性質上。あの、GPS の方もされうるなんですよ、こっちは。 されうる。えー、現に要望が撮影されない限りは、侵害結果が発生しないという意味では、その現に撮影しないこともありうるから、侵害されうるなんですけれども、それに加えて、私的領域に侵入されることのない権利。これは、憲法35条によって基礎づけられる権利利益です。この35条論が持ち出されてきたわけですよ。実はここに、 ね、えー、強制処分該当性判定の確信が実はあったんじゃないかと。はい。この重要な利益は、現に侵害制約されている。というものです、えー。35条の権利の方は、ね、現実に侵害され、侵害結果が発生していると。判例四は、ここに着目、判例、GPS の判例は、ここに着目しているというふうに、分析することができるでしょう。 えー、米印です。えー、GPS 操作に関する、う、判例4が、ね、えー、いわゆる盗聴とか盗撮とかの操作類型、まあ、先ほど述べたその第二類型ですよね、における非侵害利益の内容をより具体的に検討しました。即して、えー、指摘領域への侵入の有無という視点から、強制処分、該当性を判定しようというね、そういう試みをしたものとして理解することが一つできます。 えすなわち、従前の判例がね、この累計累計第二類型の方の操作行為は、ね、その強制処分制の指標としては、単に、プライバシーを侵害するとかね、通信傍受、通信傍受の判例、えー、判例ま、判例だな。参考判例2は、単にプライバシーを侵害するって言ってるだけなんですよ。あるいは、X 線検査に関する判例3ですね。参考判例3。X 線検査に関する判例は、プライバシー等を、 大きく侵害する。と言って、まあ、えー、通信傍受からはちょっともう少し、えー、ニュアンスが進んだけど、でもこのレベルでしか言ってなかったのね。フライバシー等を大きく侵害する。はい。まあ、こういう判事しかしていなかった。えー、いずれも憲法13条論なんですよね。13条により保護される利益の指摘にとどまっていたと。ところが、この GPS に関する判例4はですね、 先ほども言ったように、個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間、これを指摘領域と言います。でこの指摘領域を記録保存する、えー、だからこれを侵入するっていうふうに評価したんでね。指摘領域に侵入すると。えー、まさに居室内の、えー、盗撮がこれに属する類型なんでしょう。これは結局、憲法35条の保障する権利を侵害する。 例えばさ、この望遠レンズ付きのカメラを用いて、居室内を盗撮した、ね、居室内にあるものを盗撮したと。望遠レンズ付きのカメラで。肉眼ではね、えー、外からは見えないようなものを望遠レンズで、えー、部屋の中を見て、部屋の中にあるものを盗撮した。この場合、これ結局、その処分の性質は、えー、そこにも書いてあるように、ね、居室内にこっそり忍び込んで隠しカメラで、 設置して撮ったという場合と、これは同じ法域侵害なんじゃないのかと、ねえー。部屋の外から望遠レンズで部屋の中を見て撮影した場合と、こっそり忍び込んで隠しカメラつけた場合と、これ同等の権利侵害なんじゃないのと。で、後者をもしやるとしたら、これ完全に35条の侵害になるよと。35条の権35条で保障される権利とね。 っていうことなんですよね。こういうふうに評価されるという点において強制処分であり、他方で他人から要望等を撮影、観察されること自体は、えぇ、ー、受任せざるを得ない、えぇ、ー、受任せざるを得ない場所。先ほどのお参考判例8位だな。における、えー、記録、保存。 そっか、他人から要望等を観察されること自体は受任せざるを得ない場所っていうのは、これは、えっと、京都府学連ではなくて、あの、ビデオカメラの、えー、判例ですね。だから、判例8位ですね。の方で、まあ、こういうふうに指摘していましたけど、この場所における、そのまさにビデオカメラの撮影と。ね、えー。まあ、まさに行動上の撮影とかがこれに当たるんだろうと。性質上ね。これは、 今言ったような指摘領域への侵入を伴わないえ。すなわち憲法35条の保障する権利侵害を伴わない。という点において任意処分となると。まあそういう指標を示したんじゃないのというふうに理解する仕方が一つあるわけです。 そして、このように理解する場合、強制処分性の判定にとっての確信は、まさに今言った当該捜査行為が、えー指摘領域への、指摘領域への侵入を伴う性質を帯びているか否かという観点ですね。えー、であり、まあ、この視点が重要だってことになって、対象者の要望等を撮影されない自由、13条の方の利益 要望を撮影されない自由が、これが現に侵害されたか否かは必ずしも決定的な指標ではない。というふうに分析することができる。これも考えてみればさ、例えば行動上での撮影であってもね、こう、現に対象者の要望が撮影されている以上は、いくら行動上って言ったって、その権利は侵害されているわけですよね。撮影されてれば。要望が。 で、ところが、ね、えー、上記、この利益、えー、要望を撮影されない自由に対する侵害結果が発生していることは明らかだけど、行動上であれば、それは認処分に留まるとされてるんだよね。えこれが京都府学連の方だな。京都府学連の判例。他方で、えー、GPS 操作はその性質上、対象者の要望等を記録保存する処分じゃないよね。えあれは位置情報を把握するだけだから、姿は映さないでしょ、別に。GPS は。 だから、要望等を撮影されない自由の侵害というものはないわけだが、強制処分とされてますよね。はい。だから本文においても、ピーラは、確かにね、事務所内に持ち込まれた工具箱に、A 工務店と書かれたステッカーが貼られていることを確認したかった。それを証拠化したかった。そのような証拠を保全したかった。だから、捜査丸2に及んだんだ。 ということで、そもそも建物内にいる孔の要望を撮影するっていう目的はないんだよね、この操作丸二には。そして現に孔の要望は映してない。が、今言った理解に従えば、ね、操作丸二の撮影の性質が、私的領域への侵入を伴うと評価される限りは、強制処分だ。というふうに言う余地はあります。はい。というのが、えっ、ー、と、 今ひ、今一つの説明の仕方ね。これが、えっ、ー、と、GPS の最高裁判例の一つの理解の仕方に基づいて一つの分析の仕方を今示しました。これに対して、えー、19ページのー米印で、えー、説明を加えておりますけれども、えー、この、ね、分析に対して、操作丸二についての強制処分該当性を否定するという結論もあり得るでしょうと。 えすなわち、参考判例4は、強制処分、強制処分性の根拠としては、えー、今言ったね、公権力による指摘領域への侵入を伴うという性質を指摘してますけど、これとと,ともに、その前段でこう言ってます。えー、個人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴う。ことから、個人のプライバシーを侵害しうる。なんですけどね。こっちはやっぱしうるなんだけど。まあ、 このシールは GPS のスイッチをオンにしたら侵害するし、オフにしたら侵害しないから、それ、その、そういう性質の処分だよっていうことでシールなんでしょうけどね、プライバシーに関しては。ただ、そのね、えプライバシー侵害性の根拠として、ね、どういう評価をしたかというと、個人の行動を継続的、網羅的に把握する、そういう性質の処分なんだと。はい。で、そうするとですね、操作丸二の撮影は、その撮影範囲が、 事務所の小窓を通して見通すことができる範囲を撮影しただけだし、また撮影時間も5秒だから、ね、GPS 操作とは異なり、対象者の行動を継続的網羅的に監視すると、継続的網羅的監視という、こういう性質は帯びてないよね。ここを指摘することもできると思います。 え、仮に強制処分制の判定にとって、この視点が重要なんだというふうに理解するのであれば、操作丸にはなお任意処分にとどまると判定することも可能だろうと。まあ、ただこれに対してはね、先ほどちょっと言ったけど、えっと、さらに反論される可能性がやっぱあって、こう考えるとさ、例えば X 線検査は対象物の 継続的網羅的な監視の性質はないよね。継続的網羅的な監視という性質を帯びた処分ではない。一発の撮影です。一発の撮影だけど、その一発の撮影に伴う権利侵害の程度がでかいっていう話だよね。ねえー、ゆえに強制処分とされている。やはり視点、あの、要は継続的網羅的な監視なのか、というね。この視点は、 指定的ななな標ではいいんじゃないのかという反論はあり得るとと思いいますというか、そもそもビデオ撮影の、これさっきちょっと言ったけど、えー、そもそもビデオ撮影の強制処分性判定に際してね、撮影時間の長さが、つまり継続性があるかっていうね、継続性がどれくらいあったかって、ここが指標になるんですかね。だかこれを要素として考慮するとするとね、仮に居室内の様子をさっきも言ったけど、1枚だけ写真撮影したと。 盗撮したに過ぎない場合。これだからまさしく、継続性とか網羅性がなくて単発の侵害だよね。単発かつ一瞬の侵害だが、これはでもさ、一枚だけその工具の写真撮影した場合でも、結局これ5秒間のビデオ撮影と同等の操作目的は達成できるでしょそこのステッカーを写真撮りたかったわけでしょその工具の。工具の、工具を保存したかった。証拠化したかった。そこに置いてある。 それは5秒間撮影、ビデオ撮影するのと1枚写真を撮るのと同じ目的達成できるじゃないですか。それがだからさ、えー、と5秒間だから結論が変わるってなると、やっぱりそれは適切な判定基準っていうか判定要素ではない気がしますよね。どうでしょうか。はい。まあ以上のようにですね、操作丸二は、えー、参考判例四のね、 まさしくこの直近で出た最高裁判例であるところの GPS についてのですね、この判例の趣旨、そしてその射程を理解する上で、まあ分水例となるような、まあいわば限界事例みたいな形に位置づけられる事案だったと思います。どの側面から評価するかによってね結論変わるだろうと思います。で、こっちの側面が重要なんだという理解の仕方も、 こっちの側面だという理解の仕方も、判例4の理解の仕方としては、現時点ではあり得ると思います。これ判例4の射程は今後出てくる、なんていうかな、えー、判例の積み重ねによって、えー、明らかにされていくんだと思いますけれども、まあ、とはいえ、なんか問題となる、強制処分性が問題となる操作類型がもうあんまり残ってない気もしますけどね。えー、通信傍受もや、 だし X 線検査もやったしで GPS も決着ついたのでねまああんまもう残ってないのかなという気もするけどまあ今後のね反例の集積によって明らかになっていくところだがいずれにしようい,いずれにせよえっ、ー、とまあいずれの、えー、理解の仕方もでどこを重視するかというのはまあどっちともあり得るなという話ですですから。 えー、そういうね、こう、分数例みたいな事例だったから、この強制処分該当性の判定は、肯定否定、いずれの結論もあり得ただろうと。で、論述においては、だから結論そのものの逃避というよりも、結論に至った思考過程ですよね。とりわけ、今のその参考判例4のですね、趣旨、射程に対する理解、えそして、操作丸二の性質についての評価、じ、自分なりの分析ですね。 ここが正確、的確に示せているかという点が、当案上では重要であったと思われます。えー、なおですね、操作丸二が任意処分だとした場合は、えー、先ほどの操作丸一と同様に引き続いて、えー、任意操作の適法性を判定するとで。そこでは操作比例の原則の適用があって、えー、どんな事情が指摘できますか、えー、操作丸二の方は、えー。まず必要性としては、 えその後の内定捜査でえ事務所に出入りしている人物が A 公務店の代表者であるコウという人物であることが判明しています。えー、これはだから先ほどよりも権威が一歩進んで具体化しましたね。そしてピーラはコウが赤色の工具箱を持って事務所へ入っていくのを目撃したと。そして V が犯人は A 公務店と書かれたステッカーが貼られた赤色の工具箱を持っていた。 胸、供述していると、えー。そうしたところ、孔と犯人の同一性を確認し、その証拠を保全するためには、孔が持ち歩いているその赤い工具箱に、A 工務店って書かれたステッカーが貼られていることを確認し、それを記録、保存する、証拠化する必要があったんだと。いうことが言えるでしょう。まあ、これはだから、それ、工具箱を撮影しておく必要性ですね。撮影という操作手段を使う必要性。 はい。で、これに対して相当性はどんなことが指摘できるのか。まあ、約5秒間にわたって工具箱を撮影したに留まることって指摘しましたけど、うん、まあ、これはね、さっき言った話。この撮影時間の長さはどこまで重要なのかなという気もします。まあ、でも一応これは侵害の程度を示す事情でしょうね。え、さらには向かいのマンションの管理人には断った上で行っているということで、え、すなわち対象者以外の第三者の権利侵害性はない。 っていうことは指摘できる。他方で、行動からは見ることができない建物内部の様子について、望遠レンズを用いて、密かに撮影するという対応。はい。この、権利侵害の対応ですね。このね、密かに撮影する。この、密かに。あの、GPS 判例の判例4がさ、この対応も指摘してます。だから、 どこを重視するかでいろいろ解釈できるんだよね。この GPS はまさにこの、密かに設置したと。密かに設置するというこの侵害の対応に問題があるんだと。強制処分性を見出す契機があるんだと。まあ、そう理解することもできなくはないのかなと。やっぱりこれはだから侵害対応を問題とする基準なんだと。えー、密かに撮、まあ、これ結局さ、だからやっぱり、他方でさ、えー、例えば、えー、なんていうかな。令状を、例えばこれ強制処分に当たるとしてね。 え、検証令状を取ってやりましょうっていう規範を捜査機関に強いたとしても、事前提示できないでしょ、ね、今から盗撮しますって令状を提示した瞬間にその、その捜査活動意味なくなりますからね。らそういう性質を必然的、もう内在的に持ってるわけだから、密かにやんなきゃいけないっていうね。知られずにやんなきゃいけない。はい。だから、あの、まあ、だからこそなんですよ。あの GPS 判例はだからこそ、これは令状主義違反の問題じゃなくて、ね、えー、 強制処分法定主義の問題にして、立法しないと適正手続き守れないぞと。ね。えー、令状主義に、の網をかけることによって、で、しかもその令状の事前提示を原則とするという手続きを法定することによって、えー、その対象者のお人権を確保する、保障するという手続きがあるんだけど、その手続きに載せたところで、ね。それ、あの事前提示をおよそできないような令状になっちゃう。今の枠組みではね。現状の制度では、そういう枠組みでしか、 ね、えー、ない以上は、その、例えば例状に条件をつけて、条件付き許可状みたいなことを、各裁判官の裁量に委ねてやっちゃったら、ね、えー、その条件で対、一個一個の個別の条件で対応するとしても、そういう裁判官の個、個別の事件の裁量の幅を認めちゃったら、やはりこれは、あの、人権侵害上問題があるし、適正手続きの観点から問題があるんだと。だから、 ちゃんと適式な適正な手続きについて法定する必要がやっぱあるんだよってことを指摘してかなり踏み込んだことを言ったんですねあの判例はね。はい。ということでした。まあ、侵害の対応についてはこれはだから相当性の中で検討するとすればやっぱ消極に働く事情だろうなと思います。ということで質問1は以上で。じゃあ質問に行きましょう。今度は証拠法ですね。 はい。で、まあ、まず、伝文の意義の確認だけど、参考判例9と10をつけてあります。伝文証拠とはそこに記載したように、ね、えー、要証事実。証拠により証明すべき事実。要証事実。を、直接体験した者の,の、まあ、これを現供述者と言いますけど、えー、体験した者の,の、後半記述外における供述。まあ、これを現供述と言いますけどね。 はい。これを内容とする供述証拠。まあ、書面。えー、あるいは公判供述の場合もありますけどね。えー、証言の中に公判供述が、えー、ごめんなさい。公判供述の中に公判外供述が含まれるという場合もありますけど、いずれにしろその現供述を内容とする供述証拠であって、現供述の内容、すなわちこれは現供述者が知覚、記憶、表現した、その内容たる事実。 はい。これを証明するために用いる証拠が伝文証拠です。えー、米印。伝文の意義については、出題出資でね、えー、例えば平成20年はこう書いてあった。W が近く記憶して、ノートに記載した事実の真実性を前提とするから伝文に当たる。 いは23年の出題書士見ると、同メールは B が近く記憶し表現した内容をたる事実が要衝事実となり、その真実性を証明しようとするものだから伝文に当たると。はい。判例も同じ考え方ですね。判例9は、えー、伝文法則は、ね、えー と、あそこに書いてあるように、えっ、ー、と、その供述内容の真実性の証明に供する場合。えすなわち、現供述者の直接に知覚した事実が幼少事実である場合。まあ、知覚記憶し表現した事実。えー、直接体験した事実。ってことだな。はい。場合にのみ、これを証拠として使用することができないことを意味するんだ。と述べました。えっ、ー、と、同様に参考判例10は、ね。 えー、表現者の知覚、記憶の心理的過程を経た過去の体験的事実が要所事実の場合に適用があるんだと。まあだから、その精神状態に関する供述は体験事実を証明しようとしているわけじゃないから、伝聞法則の適用ないよねって、まあそういうことを言ったんですけど。 で、従って、いずれにしろ、この伝聞証拠該当性の判定にあたっては、当該供述証拠についての証拠構造を分析した上で、それを把握した上で、えー、ここです。幼少事実を、現供述者の直接体験した事実。すなわち、知覚記憶し表現した。現供述者が知覚し記憶し表現した事実。ね。幼少事実を、その事実とする場合なのか、 田舎かの検討分析ということが重要になります。あの、ここをだから、今、皆さんの教科書で書いてある、いわゆる教術内容の真実性の立証に用いる場合っていうね、あの、教科書によく書いてある説明の仕方の意味内容を詳しく説明しました。教術の内容の真実性の立証って書いちゃうと、ちょっとよくわかんなくて当てはめがよくできないっていう現象がよく起きてるからね。 その言葉の意味です。供述内容の真実性の証明というのはこういうことです。現供述者が直接体験した事実を証明するという場合のことです。さあ、で、本文を分析する前提としてまず争点把握しておきます。え、そして証拠関係を把握しておきます。とえいうのが20ページですけど、まず争点は、項の弁解を見てみるとね、え、部位方に行ったことはありません。だから、これ全面否認なんですよね。 だから、検察官としては、えー、もちろん、公の犯人性を立証しなきゃいけないことに加え、在体ですね。えー、犯罪事実の有無、そしてその内容も、ね、いずれも争点になっていると。ね、被告人の供述以外の証拠による立証が必要です。はい。だから、まさにこれ、公訴事実が丸々争点というかさ、えー、平成30年1月10日 V 型において、公が、 こうが、は、犯人性ですけどね。こうが、V に対し、V 型の耐震金具に不具合があるという旨の虚偽の事実を申し向け、V 型の屋根裏の修繕工事代金として、金100万円を交付させた事実。まあ、これが、財体ですけど、犯人性プラス財体、いずれも争点であると。さあ、そして証拠関係整理しておくと、 えー、二つ証拠が同意されてます。えー、本件領収書の陰影と A 公務店からあ、A 公務店事務所から押収された公の応印の陰影が合致するという旨の鑑定書が出てきてます。えー、そして本件領収書から検出された指紋と公の指紋が合致するという旨の捜査報告書が出てきてます。まあ、一応これを証拠丸1と証拠丸2というふうに、えー、そういうふうに故障しておきます。で、こっから何が言えるかですけど、21ページ。 えっと、まず前提となる証拠関係ね。証拠構造を分析する前提となる現状の証拠関係の把握っていう意味ですよ。ここでやってるのは。はい。で、これいずれも同意されてますから、そうすると、これはいずれも犯人性だよね。うえ、犯人とうの同一性、うの犯人性を推認させる間接事実を立証する証拠になってますよね。すなわち犯人側の事情としては、 えー、犯行現場において犯人が V に対して、本件領収書を交付した事実がある。この事実は V が本件領収書を所持していた事実から推認できるでしょう。ね、犯人からもらった事実は。彼が持って、えー、V が持っていた、被害者が持っていた事実から推認できるでしょう。そして被告人側の事情としては、本件領収書に、こう、本件領収書がこうにより作成された事実。だから、その V が持って、犯人が交付した 領収書。そね、犯人が交付して被害者が持っていた領収書。その領収書には、公の指紋がついていた。そして、公のお印鑑が押されていた。この事実から、ね、その領収書は公により作成された事実が推認できるでしょう。といいよね。だからえ、犯人側の事情としては、領収書を犯人が交付したと。はい。そして、被告人側の事情としては、その領収書は公が作成したものだと。 そこで結びつくわけです。犯人とこうが。犯人とこうの結びつきを示す。そういう証拠構造になってます。だから、本文では犯人性を示す証拠はすでにある程度存在するという事情がね、まずあるから、そうするとこれが本文のね、各証拠の証拠能力の判断にどういうふうに影響してくるのかなという視点もポイントとなってくるんでしょうね。さあ、これを前提にちょっと見てみましょうか。まずメモ。 証文1、本件メモの証拠能力。えー、まず伝聞証拠該当性ですけど、立証趣旨、検察官の掲げた立証趣旨を見ると、こうが、平成30年1月10、一月十日に部位に対し本件メモに記載された内容の文言を申し向けたこととなっているので、まずこうがのところは犯人性だよね。で、部位に対しメモ記載の内容を申し向けた、これは、 疑問行為の内容ですよね。疑問行為の存在プラス内容ですよね。在体だな。ただ、しかしながらっていうところを見てください。本件メモと項の結びつきを示す証拠がない限り、ね、さっきの領収書はさ、 領収書と項の結びつきを示す事情があったんですけど、メモの方は、メモと項の結びつきを示す証拠がないから、それがない限りは、本件メモから項の犯人性を推認することはできないよね。いいですよね。メモに記載された A 公務店と名乗る男がですね、これが項であることは、このメモ自体からは推認できない。いいかな これあくまでこのメモを見ると、ね、A と名乗る男あ、ごめんなさい、A, A 公務店と名乗る男にこういうことを言われたからお金払っちゃったんですっていう内容になっていて、この A 公務店と名乗る男、これがこうであることを他の証拠から立証する必要があるってことでね。犯人性については。だこのメモ自体からは、この男がこうであるっていうことは推認できないから。いいですかね。 そうすると、結局本件メモは、もっぱら在体ですね。え、犯人が、犯人がですよ。こ賀がじゃないよ。犯人が部位に対して、え、メモに記載された通りの内容の文言を申し向けたという事実の立証のための証拠だという分析になるでしょう。したがって、よいしょ。ちょっと番書で示しました。 えっと、ちょっとこの教室にいる人は、だいぶ見づらいかな。この画面を見ている人は、画面見ていただきたいんですけれども、すなわち、争点は、先ほど言ったように、在体疑問行為の内容存在と犯人性両方争点なんだけど、この今言った要証事実ね、1月10日、A 公務店と名乗る男、かっこ犯人。 これ、こうがじゃないよ。犯人がだよ。犯人が、え、部位に対し、こう犯人がの事情ということね。はい、えー、犯人が部位に対し、えー、耐震、かなぐに不具合がある。すぐに工事しないと大変なことになる。工事代金は100万円だ。と申し向けたこと。これが要所事実ですね。で、この事実からは、犯人性は推認できませんから。えー、もっぱら、ああ、疑問行為の存在内容を証明する事実と。間接事実ということですね。間接事実というか、もうこれ直接事実だけどね。 その事実が認められれば、あ、それは疑問行為があったということになる。で、えー、結局、この事実、さはい、伝文該当性の検討だよ。この事実を知覚記憶した現況術者 V が表現した内容がこのメモに現れてるんですよね。ですから V の認識を通して V の体験事実を証明しようとしているんですよ。えー、本件メモには、 1>, 1月10日、A 公務店と名乗る男性が訪問してきた。その時言われたこと。ね、耐震金具に不具合がある。すぐに工事しないと大変なことになる。工事代金は100万円。とか、こういうことが書いてあるわけだ。はい、本件メモからは、V が直接体験した事実を証明しようとする。本件メモから証明しようとする。そういう証拠構造になっています。だから、はい、えー、ちょっと上に上げると。 え、米印で、V が直接体験した事実を、これピント合ってるのかね。ま、いいか。え、V が直接体験した事実を、え、V の後半外教述から立証しようとしている場合だか。らまさにこれは伝聞に当たるよ、ということですね。 21ページの下のところにそれを記載しておきました。えっ、ー、と、インターネット等を介して、今この講義を見ている方は、えっと、これ、この版書自体もね、えっと、レックのホームページにアップするようにしますので。で、ちょっと先行きますよ。あの、画面このままにして。 で、そしたら、えっ、ー、と、伝聞例外要件の検討ということで22ページだけど、これはいいよね。えっ、ー、と、被告人以外のものの作成した供述書ということになるので、321条1項3号書面。で、それぞれ供述不能、不可欠性、絶対的特進事情というふうに認定していきます。まず、供述不能だけど、 え、部位が脳梗塞で倒れて、担当医師からは、今後部位の意識が回復する見込みはないし、仮に回復したとしても、え、意識障害が残り、取り調べは不可能だ、と意見が述べられてるから、え、まあ、これは、供述不能は認定できるかなと。で、不可欠性ですけど、まあ、犯行目撃者がいないんだよね。で、録音ってか、そういうね、録音し、とかそういう客観的な証拠もないから、 えー、結局、疑問行為の内容については、これ、部位教術以外に有効な証明手段がありません。えー、だ、不可欠。という話です。で、絶対的特進事情ですけど、これは結構ハードルが高い要件と理解してくださいよ。 えー、この絶対的特進性を軽々超えられるような、そういう認定の仕方をすると、もう伝聞法則を骨抜きと言っていいから、ここはある程度ハードル高い要件として、実務上だから3号になったら、えー、結構特別な事情がない限りは出せないよ、普通は。まあ、本文は、あの、もう部位が倒れてしまってるってい、これは呼べないっていうのは、これはかなり特殊事情だから、えー、証拠能力救う方向でね、考えうる事案ですけど、 で特進、えー、絶対的特進性はどうか。えー、だからこれはちょっといろいろと検討しました。まず被害に遭った当日に被害体験から約6時間後に V 自身が作成したメモで、えー、これは記憶が鮮明でよく保存されている時期に作成されたと言えるでしょう。さらに被害に遭った翌日に V は警察官にメモをもう提出してるから、 え、だから、メモ書いた後ずっと手元に置いといて、で、何ヶ月後かに提出したっていう話じゃないか。もう翌日には提出してるから、そこで保,か保存されたからね。保存状態。というかね。え、事後的に第三者により、その供述内容が変更、改ざんされた可能性はなし、とかなし、とか言いましたけど、ま、最近なんかね、世間を賑わせてますけどね、公務員の改ざんがね。ま、普通は、警察に提出すれば、警察は内容を改ざんすることなんかないだろう、というふうに推認しておきました。 だから、えっ、ー、と、すぐ、えー、体験した後すぐに記載して、その記載したものが、もう翌日にはその内容そのまま保管された、保存されたというふうに言えるだろう。えー、そして、W の証言でね、えー、まあ W はだから、あ取り調べの時にね、事情聴取の時と同じことを公判で供述したとなってますから、えー、W 証言、 を、えー、概要はこういうな、概要だよね。だから、提出したメモは、被害当日の夜、母が私の目の前で記載したものですと。でそのメモに書かれていることは、母が私に話した内容と同じですと。言うとね、これは、要は、いわゆる実務上の初期供述あるいは初期申告。えー、被害者が事故の家族に初めて被害を申告した際の内容、初期供述と一致する内容のメモ。 えっとね、まあ、これはだから、実際の事件とかで言うとさ、結構、あの、被告人と被害者の供述が1対1でぶつかるっていうことは、珍しくないんですよね。あの、目撃者とかが全くいない事件であれば。で、こう1対1で対立したときに、ええー、その、被害者の初期供述、被害申告ですね。初めての被害申告。えー、これに対する評価っていうのは極めて重要になってくることがあります。で、すなわち、被害にあってから、ね、すぐに被害を申告したのか、 そうじゃなくてさ、被害に遭ってから、すごい時間が経ってから、初めて私被害に遭ったんですって申告してきたのか。はい。このね、えー、だから、時間が経ってから申告した場合と、もうすぐさま被害を申告した場合とでは、その被害者供述の信用性っていうのは相当異なってくるよね。だから、捜査機関としては、まあ、こう、初期供述をとにかくだから慎重に保存するわけですよ。被害申告。 の時の初期供述というのを慎重に保存、証拠化しておくと。で、これがだから、後々のね、えー、その被害者供述の信用性を、えー、支えるというか高めることになるからね、えー。その初期申告に至った経緯とかも重要だよな。そこになんかちょっと怪しいぞっていう事情があると、やっぱ信用性が下がってくるし。まあそういう視点は実務上は確かに重要な視点かなと思います。 はい。ということで、まあ、絶対的特進性は認定することができるでしょう。じゃあ次23ページ。えー、領収書を見てみましょう。立証趣旨を見ると、甲が、まあこれ犯人性だよね。で、えー、平成30年1月10日に、えー、V から屋根裏工事代金として10万円を受け取ったこと。これは今度は交付、財物交付だよな。 財物交付の存在内容。まあ、財体。いずれも財体ですけど、財物交付の存在内容。これが立証趣旨です。で、えー、領収書の方はリクエストがあってさ、立証上の使用方法を複数想定しろとありました。えー、だから、ね、えー、これあれだよね。河野弁護人の証拠意見がヒントですよね。 えー、河野弁護人の証拠意見は、領収書については、不同意かつ取り調べに意義がある。取り調べに意義ありと証拠を意見を述べるってことは、証拠物ってことでしょえすなわち、書章に対しての意見と、証拠物としての意見を述べているわけだから、いずれにもこの証拠意見二つに対応した立証上の使用方法が想定されるということなんですよ。で、まずじゃあ、あの証拠物としての使用方法を見てみると、えー、まあ、証拠物だから、それ関連性があれば証拠能力ありと。 いう話で、関連性の認定自体はサクッとできちゃう。あの、前提事実になっていくからさ。えー、領収書の作成者がこうであり、領収書がこうから部位に交付されたものであることは、証拠上認定できるが、もう前提事実だから関連性明らかなのでね、ね、えー。証拠物としてはし、あのー、証拠能力獲得しますよっていう話なんだけど、問題はね、結局、どの事実との関係で証拠能力を獲得するのか。えー、証拠物として証明できる事実。証拠価値。証拠物としての証拠価値。 あの、本問ではさ、問題文に検察官の立証趣旨を踏まえてあるから、関連性があれば証拠能力ありますと答えるだけでは多分不十分なんだという前提の、そういう前提での出題なんだと思いますよ。え、立証趣旨を踏まえていかなる事実の証明が可能なのか。え、言い方変えるといかなる事実との関係で証拠能力を有するのか。ここを検討する必要があると。で、一つは簡単な話でさ、え、番書1。 カッコ1ですけど、え、レジュメで言うとこの23ページ、カッコ1ですけど、え、本件領収書の存在を立証することによって、犯人性を推認させる間接事実だよね。公の犯人性を推認させる間接事実の裏付け証拠ですよね。え、すなわち、公が作成し、 公が作成し、V に交付した領収書が存在することによって、これさっきちょっと言ったけど、ね、領収書は公との結びつきがあるので、犯人性を推認させることができるわけですよ。甲が作成し部位作、V が、公、V に交付した領収書が存在すると。ね。で、まあ、この領収書に、えー、の指紋がついてたり、印鑑が押してあったり、ということで、犯人性が推認させていく一個の間接事実だよね。で、これの裏付け証拠でしょ えー、こうが作成し部位に交付したあの部分は他の証拠から認定できるよと。まあ、鑑定書等か、えー、捜査報告書から認定できるよと。で、領収書が存在するよって、ここは領収書でもって裏付けるよと。まあ、この領収書の存在の裏付け証拠ですよね。で、犯人性の推認に使うとで。これは当たり前っていうか当然できる話。たださ、これで終わらせるとちょっとやっぱり、 物足りないっていうか、それは当たり前でしょっていう感じで、あんまり説問としての意味を感じないんですよね。むしろ、検察官の立証趣旨を前提とするとさ、っていうか、これ、証拠丸るいちに弁護人同意してるってことは、領収書の存在は別に争いになってないんですよね。弁護人も争ってないんですよね。ってことは、検察官は別に領収書の存在を領収書を持って、証拠物を持って裏付けるっていう、そういうインセンティブはあんまりないはずなん、まあ、念のため出してくれてことはも,もちろんあるよ。 ね、え、念のため証拠として出してくるってことはもちろんあるけど、ただ、ぜひとも立証しなきゃいけない。この証拠物として領収書の存在を裏付けなきゃいけないと。そこまで強いモチベーションはない気がします。でそうするとね、えー、検察官としてはやっぱり、金銭授受注の事実を裏、えー、推認すると。そこに意味があると。立証、あの、それはやっぱり立証趣旨からもそこは伺えるわけで、在体立証にやっぱ使いたいわけですよ。 でそこで、この領収書の性質論というものが、やっぱりこの証拠価値の話としては出てきます。えー、カッ2番です。えー、本件領収書の交付記載内容に対応する、記載されたあ金額に対応する金銭授受の事実。すなわち、項が部位から100万円を受領したことですね。これ立証できますかね証拠物としてだよ。 今考えて泣くまで。証拠物として。内容の真実性、立証をしないでだよ。はい。これは、えー、そこに矢印書いたように、当該領収書が交付された事実が証明された場合は、当該領収書の記載内容に対応する金銭授受の事実を推認することは可能なんだ、と考えることができます。そう考えると在体立証なんだよね。 えー、財物交付の内容、存在内容。だから、えっ、ー、と、実は証拠物としての使い方は、実はこっちがポイントだったんじゃないかなと。えー、すなわち、財体の方の争点との関係で、財物交付の存在内容との、ね、これを証明する手段としてね、えー、何が証明したいか。公と部位との間で、100万円の金銭授受の事実があったと。はい、これを証明したい。 そして、証拠物として、ね、えー、領収書から、これが推認できないだろうか、と。えー、100万円の金銭授受が記載された領収書が存在すると。まあ、領収書の直接の要所事実はこれだけどね。当該記載のある領収書の存在。100万円の金銭授受という記載がある領収書の存在、ね。そういう記載がある領収書が存在するよ、っていうことが要所事実。 そして、それが、公から部位に交付されたこと。これが他の証拠から証明できた場合、ね。お金のやり取りがなかったら、領収書って普通交付しないでしょ。という推認をするんですよ。つまり、一般の供述書と違って、領収書は相手に交付されるものだから、そしてその交付っていうのは、対応する金銭受注がある。という、ね。え、金銭受注と対応して、こう、対応関係があって交付されるものだから、 ね、だから、領収書の存在、プラス、その交付が証明された場合は、対応する金銭授受注が推認できるんだと、えー。そういうようなことが考えられていると言われています。えっ、ー、と、23ページの米印。えー、領収書は、えっ、ー、と、ちょっと画面をこうやって。 これぐらいにしたまま説明続けます。えー、領収書はそれが交付された事実とそこに記載された金銭が、授受された事実が対応関係にあるという特質があります。だから、記載内容の真実性から独立した証拠価値があるんだ、と言われることがあるのね。いい。これだから、あの、公の認識を経由して、公の体験事実を立証しようとするわけじゃないんですよ。 まさしく、証拠物の存在と、その証拠物が、ね、交付されたという事実から、直接推認している、えー。内容の真実性立証を返さずに、そこから独立した証拠価値がある。したがって証拠物として利用する場合であっても、記載内容の真実性を問題とせずに、金銭授受の事実を証明することが可能であると考えられている。えー、すなわち、一般の供述書とは異なり、領収書は相手方に交付されることを前提として作成されるもんだよね、と。そういう性質があります。 だから、そのような記載のある領収書の存在。こういう記載がある領収書が存在しているよという証明に加えて、他の証拠からね、その領収書が相手方に交付されたよという事実。交付の事実が証明された場合は、当該領収書の記載内容に相当する金銭授受の事実を推認することができる。まあ言い換えると、こういうことです。金銭授受の事実がなければ、領収書が交付されることはないはずだから、 金銭授受,受の事実が記載された領収書が存在し、それが相手方に交付された事実があるということは、そこに記載された金銭授受,受の事実があったはずだ。こういう推認をするんですね。はい。これは経験則にかなう合理的な推認だというふうに考えられるんです。こういうふうに考えると、本問で、えー、本件領収書を証拠物として使用する場合であっても、えー、こうが、 えー、V から100万円の受領、100万円を受領した事実まで立証することが、証拠物として使う場合であっても、このね、100万円受領の事実まで立証することが可能だと。さっきも言ったけど、確かに本問では、領収書の存在を領収書を使って裏付けるだけ。ね、こういう立証活動をする。ということには、あんまり大きな意味はないんだよね。弁護人も、証拠丸1、証拠丸、証拠丸1、丸2に同意してるから、えー、領収書の存在を争ってないからね。 検察官としても、あんまりそこは求めてないというか、そういう立証しようとは考えてなくて、えー、ね、24ページ。本件領収書によって、金銭受受の事実まで証明できないと、まあ出す意味が、立証上意味がないんじゃないと、いうふうにも考えられるから、まあこのことは検察官の掲げた立証趣旨からも伺えます。ただね、本問では、まあ、書証として、まあこの2の方だけどね、書証と捉えて伝聞証拠だっつって、えー、ね、 その内容の真実性を立証しますと、ねえー。すなわち、こうの認識を介して、こうが体験した事実を立証するんです。というふうに言った場合であっても結論として、伝聞例外の要件を獲得すると思いますので、えー、ごめんなさい。伝聞例外の要件を具備して証拠能力を獲得すると思いますので、まあ、たとえ証拠物としての使用 をね、えー、証拠物として使用した場合の証拠価値を限定的に考えたと。ね、そ、え、う、ー、あ,あくまでもやっぱりね、ね、えー、金銭受受の事実まで推認するのは良くないよと。ね、これはできないよと。まあそういう立場に立った場合でも、結局、検察官の掲げる最終的な立証命題であるところの、ね、こうが部位から100万円を受領した事実。はい。これを証明することは結局可能だからできるから、まあ実際にあんまりこ証拠物としての証拠価値の議論は、 あんまり実益が大きいとは言えないかなとも思うんですけどね。いずれにしろ、これ立証できるから、諸省として捉えても。というところでした。まあ、とりあえずでも、出題の趣旨としてはやっぱり証拠物として捉えた場合に、どんな事実との関係で証拠能力があるのかを、検察官の立証趣旨からね、えー、分析してみてくださいよがおそらく出題趣旨だと思いますので、まあ、こういう分析をしておきました。 で、他方で、ええー、まあ、これはかん、こっちはいいよね。これはかん、こうの体験した事実の立証するっていう話だあの、しよう方法2の方ですね。え証、ー、として捉えた場合の伝聞証拠該当性は、これ具体的な予衝事実はまさしく、平成30年の1月10日に、こうが、 V から屋根裏で工事代金として100万円を受領したことというこれが財物交付の存在内容ですねいいですよねえこの事実を近く記憶したうさんが表現した内容がここに現れているとえこれを逆からたどっていくとこの現れた内容からうの認識を経由して直接体験した事実を証明しようとすると うが、現教授者であるうが、ね、えー、近く記憶し表現した内容を、ね、えー、立証しようとしていると。この証拠からうが直接体験した事実を立証しようとしている。はい。これが伝文の考え方ですからね。まあ、ここには屋根裏工事代金として100万円を要求しましたって書いてあるから、 領収したっていう事実を体験したうさんの、えー、体験事実の記載があるわけね。ゆえに、はい、こういう分析になります。うが直接体験した事実をうの後半外教術から立証する場合ですから伝聞、伝文ということになります。あとは伝文例外ですけど、えっ、ー、と、一応ね、領収書だから特進文書じゃないかというふうに思った人もいるかなと思います。 だから、これだから323条書面なのか、えー、まあ、被告人の供述として通常の322条一行書面なのか、と。で、まあ、24ページ最後のところに、まあ、その分析入れといたけど、この領収書の323条書面該当性っていうのは、これかなり極めて限定的な場面でしか肯定できないよ。参考判例11も見といてください。まあ、継続性とか定型性がない限りね。 え、ま、一応だから継続性がなくて、金銭従事の都度作成される、個別具体的にね、その都度作成される書面に、このね、え、業務の通常の過程で作成された書面、2号、という評価をすることもできないし、え、あるいは、あの、これ、え、署名実印があるわけじゃないからさ。ね、署名実印があれば、またちょっと話違うかなっていう分析ができるんだっていう考え方もあるけど、これ、記名だしね、実印じゃないんでしょ認め印だっけま、いずれにしては署名がない。 ですから、まあ、特診文書3号という号ってこともちょっと無理だろうということで、やはりこれは322条一項書面で分析して、こっちで分析しても、でも、ねえー、不利益事実の証人だ っていうことは明らかだから、ね、公が V から100万円受領した事実はまさにこれは詐欺罪における財物交付でしょえー、ここを内容とする書面なので、えー、不利益事実の承認であるし、えー、また、その任意性を疑うべき事情っていうの特にないですからね。えー、だから22条、322条一行書面として証拠能力を獲得するという結論になるだろうと思います。はい。じゃあ最後にもう時間ないので、 ちょっとだけ、え答、ー、案例言及。16ページだな。えー、分析機会、刑事系という、うえー、レジュメの16ページ。えっと、 問題提起の仕方にだけ着目しておきます。名文の規定がないために違法になる可能性がある。だから、これは強制処分該当性、あ、ごめんなさい。強制処分法定主義違反の問題として問題提起してますね。この答案はね。はい。で、まあ、使ってる規範自体は、これ昭和51年判例になって てるな。だから、あの、やっぱり、G. P. S. の、あの、二十九、二十九年の判例を意識したいなという気はしますけどね。で、まあ、操作丸一は見ておいていただいて、操作丸二の方が、やっぱり、これがあ、いろいろ分かれ、議論が分かれてくるところだろうと。ただ、気になるのは、十七ページの。 え、ここだよね。プライバシー権という重要な権利を制約する。で、この答案は踏み込めな、踏み込めていません。35条論まで。えー、13条論だけでいっちゃってると。惜しいというか、やっぱり GPS を意識できてないからこうなるんだと思うけど、GPS 案例を意識すると、やっぱ三35条おによって保障される権利の侵害。 具体的に言うと、私的領域への侵入という性質があるか否かという分析がやっぱ欲しいですね。そこがちょっとやっぱ物足りなかったなと。で、えー、まあ、落としどころというか結論としては着地点は検証だから令状主義判断にしてますね。 で、説問2の方。ちょっと急いで申し訳ないけど、説問2ですけど、まずメモの方だけど、えっ、ー、とね、要証事実の設定の仕方が1点気になりました。ここか。ここ、えー、カッコ3、あのとこ。要証事実は、公が部位に対して部位方において先の実行行為として、耐震工事が必要であるとして、耐震工事契約をするよう持ちかけたこと、 そうすると、本件メモの記載内容通りに、こうが発言したことが、要所事実でありとなってんだけど、さっきも言ったけど、これ、このメモから、こうがは立証できますかここが気になる。これは立証できないでしょこうがは。これ、犯人がにしないと。 犯人性までは立証及ばないですよ、このメモからは。で、犯人がこういうことを言ったんだってことは立証できますけど、その犯人がこうだん、こうであるんだと。こうであるんだ。犯人がこうと同一人物なんだ。っていうことは別の証拠で証明する必要がありますからね。そこをちょっと、えー、きちんと把握、証拠構造を把握してくださいね。 で、えっ、ー、と、あとは見ておいていただいて、領収書の方はね、やっぱりちょっと物足りなかったのは、その証拠物としての利用の方でさ。えー、えっ、ー、と、ここか。えっ、ー、と、第3、括弧三3、あ、立証趣旨はこれだと。本件領収書から検出された指紋がこうと一致。陰影もこうの認めんと、認め印と一致。だから、 領収書の存在自体によって100万円を詐取したことを立証で、これがですね、説明不足。これだけじゃダメだよ。領収書の存在だけじゃダメなんです。そういう記載がある領収書の存在に加えて、その領収書が交付された事実が証明されないと、この推認はできない。よね。だからどういう場合に金銭授受注の事実まで証拠物として証明できるのかと。証拠物として使用した場合、 どんな事実が、ね、この、えー、領収書の存在自体以外にどんな事実が立証できれば、ね、金銭、そこに、その記載内容に対応する金銭授受の事実の証明まで行くのか、そこまで持っていけるのかと、いうところを書かないといけないと思う。<laughs> えー、単に領収書があるっていうことだけでは、そこの記載されている、ね、えー、金銭授受の事実っていうところまでは行かないからね。やっぱそう、交付されたという事実が重要です。 ね、え、領収書があってもそれが交付されてなければさ、え、対応する金銭授受の事実はなかったっていうことになっちゃうでしょ逆に言うと。交付されてないんだったら。まだ作ってあるけど、まだ渡してない領収書ってこのように存在するわけですよ。あらかじめ作っておけばね。あらかじめ作っておけば、まだ金銭、お金もらってないけど、領収書だけは存在するって、そういう状況はあり得るわけだから。交付されたという事実が初めて、まあ同時履行だから、領収書が交付されたってことは金銭が授受されたんだろうと。その時にね。その際に。まあそこで推認できるという話ですからね。 はい。あとはいいかな。ということで、あとは見ておいていただければ、もうちょっと時間がなかった最後さ、駆け足になりましたが。はい。ということで、刑法、刑訴をいずれも分析しました。で、えー、これは毎年言っていることですが、この段階で、この時点で分析したのは、まだ出題趣旨が出る前の分析です。ので、えー、今後ね、出題趣旨の内容であるとか、採点実感等を踏まえて、もちろん、えー、分析内容は、 えー、発展させていくものであります。なので、あのー、皆さんはね、あのー、一つの分析の叩たたき台として、えー、今日の、この分析会で、えー、まあ、示された分析例等を参考にしながら、今後の学習を、えー、進めていただければというふうに思います。じゃあ、えー、これで平成30年の、司法試験、えー、本試験徹底分析会の、えー、刑事系の講義を終わりにしたいと思います。皆さんお疲れ様でした。